俺はなんちゃって VTuber、スーハタスープドブロ。奥さんで猫好きのスズランと YouTube で配信をしている。最初は一人で始めたが、だんだん興味を持ったスズランが背後から近づいてくるのに気づかなかった。夫婦で配信をするようになって、いつの間にか体が透明になっていた。いろいろ話したいことはあるけれど、なんだかんだで今の感じになりました。体は透明、頭脳はおっさん、真実はいつも一つ二つ三つ。じゃんじゃん。はい、皆さんこんばんは、ミスタースプリングです。こんばんは、このチャンネルは、ミスタースプリングとスズランの自由気ままな夫婦が雑談しながらのんびりと配信を、しております。字幕では滑舌の悪さを確認できますので、アーカイブで見てくださっている方は、まあ、お暇な時にでも見ていただけたらと思います。ゲーム好きな人がね、気軽に集まれるチャンネルになればいいな、場所になればいいなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録やチャットコメントを気軽にしていただけたら嬉しいです。あとね、それ以外の配信上の大事なルールとか、あと配信スケジュールとか、その他もろもろチャプターとかですね、動画の説明欄の方に載っておりますので、ぜひね、お暇の時に見ていただけたらなと思っております。はい、ではでは、マンダムさん、シンソーさん、肉まんさん、イモちゃん、アイアイさん、こんばんは。あとマナさんもこんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。ド緊張したわ。背がすごい。どうだった？あ、ちなみにマンダムさんのね、これはね、キスは目にしてですね。わな、わな、わなに落ちそう。誘惑の杭。にゃ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 、にゃ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 、にゃ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 だね。はい、夢、夢っちゃ夢だね。夢っちゃ夢。うんうん、ファミタン、ファミタン。ファミタン、ファミタン。手がすごい、ね。凝ってるかな、凝ってたんかな、凝ってたの。これ手作り感満載だったよね。導入部分から濃い。導入部分からね、濃いですかね。いや、これね、なんて言ったらいいの、スズランさんからね、いや、やめた方が良くないって、気持ち悪くないって言われたんだけど。いやいやいや、気持ち悪くない、いや、気持ち悪いとは言ってないよ。なんて言ったんだっけ。いや、声が汚いって、声が汚いって言ったんだっけ。答えたんだよ、これを、うん、あの、晒せるあなたの勇気がすごいって私は讃えた。いや、それはディスってますよ。ディスってないよ。それはディスってますよ、立派にディスってますよ。すずちゃん、暇を出されたのかと思ったって、方向性の違いで緑の書類なんてやめてよ。何それ。あの、なんとか届けですよ。なんとか届け、うん、それ離婚届けですよ。緑の枠でしたね。あ、そういうことね。あ、なるほど。正解、一親指。やったね、ありがとう。もういいじゃんね、じゃあ。もう一親指もらいましたね。あ、さすが真相さん、ありがとうございます。ぜひね、前回をご覧になられてない方とか、あと、どうだったかな、まあ、2日前のことなんでね、どうだったかなって、思ってらっしゃる方は、ぜひコメント欄の、うん、真相さんがね、書いてくださってる前回までのあらすじっていうのをお読みいただければ、すごく分かりやすいかなと思いますので。よかったじゃん、いもちゃんが導入大好きすぎて。あ、よかったよかった、真相さんも笑っていただけてよかった。いや、もう女性陣にね、そう言ってもらえると本当に嬉しいわ。本当に嬉しいよね。ちょっと引かれないか心配してたから。本当だよ。あ、焦点のシャッターの柱、あー、すごくいいやん。すごくいい、これ。ちょ、メモっといて、メモっといて、うん、これ、アイアイさんのそのアイディア採用ですね。採用ですね。シャッターって書いてくる。シャッター、焦点、そうだね、シャッター、柱、準備中だね。すごくいい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。オープニングのね、この今の雑談中とかオープニングの背景っていうのが2種類あって、これと、うん、
これと2種類あるんですよ、うんうん、で FF14 をやろうとしてるとき、やるときとかはこれにしようかなと思ってて、これね、アイアイさんとか、スミスさんとかね、うん、はね、マナさんもじゃない、マナさんもかな、あ、そう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 、とかルインさんとか14やられてる方は多分この背景見てると思うんだけど、これにするしようかなと思ってて、それ以外はね、だいたいこんな感じ、ね、焦点の、うん、背景にしようかなと思ってて、そうだね、で、その時はあのアイアイさんのアイディアを採用させていただけたので、すごくいい、いただきますいただきます、その案は。相関図、あのね、簡単に作りましたよ、簡単に、本当に簡単にですよ、なんだろう、細かくというかわちゃわちゃっとは作れなかったんで、うん、簡単に作ったんで、それ後でお見せいたしますね、後で見せます、はいはい、ではでは、どうしようかな、話したいことがあったんだけど忘れちゃったな話したいことがあったんだけどな、あったのにもう忘れた、忘れちゃった、メモしとこう、そういうの。あ、そうだ、あのさ、皆さんにちょっと聞きたいことがあって、まあ、別に この場でね、教えてくださいってことではないんですけど、うん、最新というか、まあまあ新しいゲームを見たいか、スーパーファミコンとかそういうレトロなゲームを見たいか、うんうん、どっちがお好みですか一応ね、僕らのこの、チャンネル、来ていただいてるチャンネルの年齢層から言うと、うん、レトロゲームっていうのかな、うんうん、の方の世代の方が圧倒的ではないんだよね、うん、圧倒的ではないんだけど、うん、過半を占めてるんだよね、うんうん、あ、コレさんこんばんは、あ、コレさんこんばんは、バーチャルボーイそれプレイステーションだっけ、バーチャルボーイ、プレステだったはず、うんうん、バーチャルボーイ確か。そう、ただやっぱりさ、その若い世代の方でもレトロゲーム興味あるよって方もいればさ、うん、5年、なんていうの、僕らと一緒世代、 もしくはもうちょっと上の世代の、あ、どうぞどうぞ、もっと上の世代の方とかさ、まあでも最新のゲームに興味があるよって方もいらっしゃるし、うん、どういうの見たいかなと思って、僕はどっちも興味があるからいいんだけど、前回22時まで記憶があるんだけど、寒くて布団に入ったら召されました、とても明るい光が眩しくてゆっくり目を開けると電気 PC テレビつけっぱでしたって俗に言う寝落ちってやつですないいね、気持ちいいね、それ。でも、あれだったの、ん、深夜帯に目が覚めたのか、朝方に目が覚めたのかによるけどワンダムさん間違えた、いや間違えてないよ、あれバーチャルボーイって何、ゲーム機の名前、ゲーム機、あ、俺が、ごめん、俺が言ってんのバーチャファイターだ、あー、俺が言ってんのバーチャファイター、ごめん、これさ、バーチャルボーイね、そんなゲーム機があるの、バーチャルボーイ、うん、うんうん、スーさんたちが推理してるのを見るの楽しいから、あー、なるほど、ありがとうございます。一応ね、ツイッターでもあったんだけど、このミステリー系のゲームはシリーズ化できたらいいなっていうふうに考えてるので、はい、まあ次は何をやるかわからないんだけどね、うんうん、シリーズができたらいいなと思ってる評価が良ければね、皆さんの評価が良ければシリーズ化したいなって思って、はい、布団から何かに誘われてました、朝の4時に蘇生しました大丈夫、召されてた、召されてた、大丈夫あ、じゃあそろそろいい時間なんでやろうか、はい、はい、の相関図は見せていただける、うん、そうです、ちょっと配信画面にしたいので、ちょっと待ってくださいね、 OK、 来た来た、ではでは、相関図をお見せしようかな、
こんな感じ。簡単にだよ、本当に簡単になんですけど、相関図を作っております、ね、お見えたかな、大丈夫かな、いい、ね、うんうん、あ、恋愛シミュレーションは探してる、探してる。で、スイッチでもうするのは決めてるんだけど、なかなかね。そうそう、なんかやっぱほら、女性もありがたいことに来てくださってるから、やっぱ女性が見ても不快に思わないやつがいいんだよね。やっぱ恋愛シミュレーション結構で男性目線のやつが多くて、うんうんうん、なんかね、いいのあったら ねむしろ教えていただきたい。そうそう、女性でもね楽しめる。そう、女性がね楽しめないと。で、これってさ、タイミングもあるのかなと思ってて、恋愛シミュレーション、うん、あ、タイミング、うん、例えばクリスマスとかさ、クリスマスバレンタインとかさ、なんか12月2月とかさ、その分かるわ、でもそれは分かる、うん、そういうタイミングに合わせてやった方がなおもなんか自分の中で、うんうん、ちょっと雰囲気的にね、そうそう、雰囲気が出るのかなって、うん、カノンはね、そうそう、コレさん言ってたもん ね、カノンいいよってね。スーさんたちの悲鳴が聞けそうなので、アクションとかバトルものとかでも、あ、それもいいね、アクションやりたいね、確かに、うんうん、みんなと雑談しながらアクションっていい、ね、うん、女性の方が受けいいかも、そうなんだ、うんうん、いかんせん女子ゆえに乙女芸を分かってもあまりギャル芸は分からんのじゃいや、それそうだよね、俺別に乙女芸でもいいけどね。あ、私もむしろやろう、むしろそっちがやろう、うん、そっちでもいいよ俺、全然久々にお姉さん出てもいい。どんな反応で。俺お姉さん出るけどいいから。姉が、あ、うん、お姉が、それ、うん、それはそれでも。いや、じゃあこの人好き。いや、でも素敵。逆にそれが面白いかもしれん。いや、でも何この気。私は私でイケメンが見れるんやろ。そうだね。うん。なんじゃそりゃ。いやいや、それはそれで面白そう。まあまあそうだね。それはそれで面白そうだね。うん。うん、ね、じゃあ相関図ちょっとさらっといきますか。はい、はい、ね、まず、この物語の、あ、ごめん、なんか隠れてるね、あなたで、すいません、あなたで隠れてるの、ごめん。このぐらいの大きさにしてても見えるかな。お、ちっちゃいね、ちっちゃい、このぐらいで見えるかな。じゃあ、あなたで隠れんだよねあなたで超隠れんだよね、邪魔だな、あなた綺麗だな。あなたがそこに置いてんでしょこのぐらいで見える？大丈夫かな？まあ、まあ、まあまあ、うん、大丈夫か。一応ね、うん、ご説明をすると、うんうん、うーん、待って、ごめんごめん。ね、これはね、多分。これか、あとね、そういえば、そうなんだよね。何？書いた。あ、なんかいるね。そう、この人を出しとかないと俺カーソルが出てこないんだよね。へぇ、それがカーソル代わり？これがカーソル代わりにしてる、はいはい。一応このキクさんっていうのが物語の中心人物っぽい感じですね、うんうんうん、この人が心不全で不審な死を遂げたっていうところから物語が始まってます、はい、はい。で、この菊さんは綾代家の当主でしたね、うんうんうん、スイッチの乙女ゲームならやっぱりアンジェリーク、うん、あ、ちょっと書いとく。前回も教えていただいたよね、確か。アンジェリーク乙女ゲーム、うん、アンジェリーク、そうやった、そうと、あのメモってるよ、あなた。アンジェリーク、いや、アンジェリーク、アンジェリーク、ほら、これに、だ、アンジェリーク、俺覚えてるね、すごい、うんうん、乙女ゲーっぽいの見かけて箱ひっくり返してみたら BL 系それ経験者かな、経験者かな恐ろしいですよ、恐ろしいってスズランさんがイケメンにキャーキャー言ってるの見るのも楽しそうだった。イケメンは、そう、イケメンだから、ね、あなたの好みが分かる配信になる。ああ、そうだね。で、僕、主人公はこれですね。ここですね。僕。はい、で、僕はどこに、あ、どこにいるかっていうと、この、トラキ探偵事務所っていうところ、うん、
時なんかね中学生の頃かな、うん、まあ昔からお世話になってるっぽい話です、はい、で僕がね記憶を、なんだかんだで記憶をなくしたらしいんですけど、うん、その記憶をなくした僕を助けてくれたのがこのアマチって人ですね。アマチで、ね、あとはね、うんうん、あ、しんちゃんさんこんばんは、今日もありがとうございます。すずらさんこんばんは。謎解きゲーム今日もファミコン探偵クラブやります、はい、でこの、キクさんのね甥っ子と姪っ子であるこの、うん、3人かと前回出てきた漢字の息子アキラと、キクさんの直系の娘になる一人娘になるユリっていうところが出てきましたね、うんうん、で、まだ出てきていないんだけど、なんだろう、なんだ、なんて言ったらいいのかな、この怪しろ家の顧問弁護士をしている神田っていう男がこのキクさんの、遺言書を作るっていうところで携わってるっていう話でしたね、うん、オリジナル版をやりましたって。あ、そうなんですか。オリジナル版を経験済み。それってもう本当にファミコン、違う、ファミコン、ファミコンの、ファミコンの探偵クラブ。おー、ファミコンの探偵クラブっておかしいね。ファミコンのファミコン探偵クラブ。あ、そうかそうか。光栄さん、はいはい、光栄、光栄、うん、あー、わかったわかった。光栄って三国無双とか、うん、なんとか無双シリーズをよく出してる方、うん、あー、ゲーム会社、ゲーム会社、信長の野望とか、うんうんうん、戦国シミュレーションゲームとかよく出してる、うん、歴史もののゲーム出してる会社さんだね。何種類か乙女ゲーになるなんかあったと思うよって。へえ、光栄さんね。ときめもいいね。ときめもね、私見てみたいんだよね。ときめもいいな。ときめもって知ってるだけでさ、名前だけ知ってるもんね。そう、どんなのか知らないんだよ、ね、からね。よし、じゃあ操作を再開していきますか。はい、ではでは操作再開。あ、これ遺言からだね。どうぞ。はい、ロードします。あ、確認しますか。だってする。いや、俺いや、さっきのは相関図だから、ね、あ、そうかそうか。一回見てみるか。あらすじってどんな方で出てくる。記憶が不十分なまま、あなたは遺言公開直後に急死した綾代昌司会長綾代菊についての調査を進める、うん、遺言公開には綾代幹事、春日あずさ、綾代二郎という菊の甥と姪が立ち会っていたようだが、その当日幹事の息子アキラが屋敷にいるところをお手伝いの茜が目撃したという。またあなたは菊の遺体が見つかった寝室の畳に焦げ跡があることに気づくが、善蔵や茜に心当たりはないようだ、第一発見者の茜はショックのせいか、うん、常に何かに怯えるような素振りを見せる、うん、おー、あゆみちゃんのね、あらすじ筋いいね。おー、来た来た。え、そしたら、そう、前回ここで終わったてるんだよね、うんうん、で、こっから何かを何するんだっけ、こっから何かをすることで進むんだけど、うん、神田、そうか、神田のことを聞いたのか。神田様は怪しろけ、そしてあったからこそ遺言公開にも立ち会っていらしたのでしょう。で、これでさ、じゃあ、あ、移動するがある。あ、こう、そっか、関係ないのか、うん、これでさ、呼ぶでもさ、呼べる、いや、もう多分ないと思う。そうだよね。なんでございましょう。これでさ、神田の場所を聞きたいんだよね。え、神田の場所を聞きたいんだけどさ。あー、そっか、うん、これといって神田が、ゆりさんや後継者の印についてもっと詳しく知りたいんですが。ああ、
他にご存知な方といえば次郎様かあずさ様ぐらいでしょう。そのね、あずさ様間もなく戻られるはずです、はいはい、それとゆり様のことでしたら村人の中にも知っている者がいると思いますが。全く、そっか、出ていただけだから、そっか、もうそろそろ戻ってくる、うん、ね、タピオさん、こんばんは。あ、こんばんは、今日もありがとうございます。ヒロのこと聞いてみるか、うん、前にお話したこと。あずさ、あずさ様は今日もお出かけです。うん、移動かな。え、移動。善蔵さん、ありがとうございました。なるほど、僕は村に聞き込みに行ってみます。でしたら駅に足を運ばれてはいかがでしょう。駅を利用する村人がいるはずです。はいはい、あのタオルのおっさんね。あー違う、あ、なんかおばあちゃんがいたよ。違った、全然違うおばちゃんいた。あとは光栄さんといえば、うん、あ、刀剣乱舞無双だって。無双、刀剣乱舞の無双。乙女ゲームで有名なルビパー、うん、も協力してますしって。へえ、ルビパーってなんだ。わかんないけど、多分ルビパっていう何かじゃない。アンジェリークで有名なとこだった。あ、じゃあ会社か、ゲーム会社、メーカーさんか。お、ルイくん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。お風呂へ行こう。はい、長風呂行ってらっしゃい。そしたら、う、あたりの人か。すみません。はい。あ、なんじゃ。少しお話を聞かせていただけませんか。ああ、もしあんたが噂の探偵さんかい。ええよ。なんぞ聞きたいことがあるんじゃろ。ある、めっちゃある。ユリのこと。この村でも評判の美しい人じゃった。呪われた綾代の家に咲いた一輪の花のような人じゃったの。綺麗だったんだ。印は綾代家には後継者の印と呼ばれるものがあるそうですが、何かご存知ですか。綾代家の後継者の印だと。そんなもの知らねえが、そりゃきっと何かとてつもなく恐ろしいもんにちげえねえ。なんで綾代家が恐ろしい感じだから。てか俺さ、この後ろのさ、うん、何、看板にさ、うん、ハッスルコーラってあるのが今ちょっと気になっちゃった。ハッスルコーラだって。そう、ね、アキラのことなんか知ってっかな。誰じゃそりゃ。え、ひょっとして。あー、柄の悪い、たまに見かける柄の悪そうな男かの、うんうん、呪いとか物騒な雰囲気が漂ってるところで一輪の花って表現されてるの好き。なんかさ、綾代家呪いとかさ、そういう伝説とか、うん、ねえ、オカルト的な感じだからさ、だから怖いもの。この村には綾代家にまつわる伝説があるそうですね。キクさんはの、満月の晩に墓から出てきなさるだ。きっとまた死人が出るにちげえねえだよ。あんた早く帰った方がええぞ。あちこちつつき回っとるとキクさんが。あ、恐ろしい。マジマジ。満月の夜、気味の悪い話だな。え、見境ない感じなの満月。あ、調査メモに登録された。綾代家について教えていただけませんか。まさかのホラー展開、うん、あの家は呪われとるだよ。たくさんの人の恨みつらみで大きくなった家じゃからな。本当だね。キクさんが殺されたって話もただの噂とは言い切れねえだ。恨みつらみで大きくなったか。
他の村人もいい噂は聞かないと言っていたな。なるほどね、相当恨まれてるんだ。じゃあ怪しろけどは、あとなんか気づいたことある？すべては満月の夜にわかるだ。じゃあ駅員さんなんかあるかな。他に神田のこと聞いた俺聞いてないかな。誰だい、そんなやつ知らんか。あと駅員さん、は、何のご用ですか。なんだろう、神田のことをちょっと聞いてみた。聞かない名前ですね。マジか、神田の場所を知りたいんだよな。怪しろゆりという人を知りませんか。綺麗な人だったという噂ぐらいは聞いたことありますが。ん？どうしたんですか。あ、いや、なんでもないです。ここに立っていると、いやいや、じゃあ話してよ、じゃあ話してよ。何の言って言ってよ、そういうの言いなさい。綺麗な人だったという噂。ちょっと待ってよそれを話してよ。さあ、聞いたことないですね。ないか。じゃあ、あとは気づいたこと？今お話しした他に思い当たりませんね。なるほどね。じゃあ、アキラのことは何か知ってますか？聞かない名前ですね。アキラは怪しろ系で有名なのに、アキラのことは知らないんだ。ね。なんか思い出してみる。他に何かあるかな。ある。死んだ人が蘇るだなんて考えただけでもゾッとしますね。確かにね。もうそれが満月の夜らしいからね。場所はもう教えてあげた。ごめんなさい、ごめんなさい、怒られた。え、そしたらあたりの人、さっきの村人さん、他に何かあるのかな。なんじゃ、まある。え、何かあるかな。え、もうないよね。ないね、ないよね、もうね、全部聞いたよね。え、もう一回、もう一回なんか聞くのかな。すべては、何か重要な何かを聞きそびれてる。何かを聞きそびれてる。怪しろ家の後継者の印。さっきも聞いたもんな。あ、来た。怪しろゆりさんのことなら熊田先生がよく知ってるんだって。そうなの、熊田先生がよく知ってる。熊田先生が、なんで来た熊田委員。行こう。え、熊田先生が何の関係あるの。ブテグリレ、ブテグリレ北県です。ロックスさん、こんばんは。お久しぶりです。今日もありがとうございます。ありがとうございます。アイコンも変えました。あ、本当だ、変わったよね。変わってる。これ北県でいいのかな。北県でいいのかな。北県でいいのかな。お、何の用じゃ。ゆりさんのことを聞きたいんですよ。あ、待って、ゆりさんのことを聞きたいんですよ。歌ゴリラって熊田だっけ。カオルだよね、確か下の名前。いや、フルネームは知らん。あ、そう、うん、カオルじゃなかったっけ。熊田カオルだっけあなた方が全くしないもんですからのーって大
だってまだその時期じゃないんだもん。 あれじゃんロックスさん、海賊ができるじゃん。あ、そうそう、海賊できるじゃんね。ね、もうしてるんでしょ。もうしてるんでしょ、ロックスさんのことだからもうしてるんでしょ。そうだとらっしゃい。あのらっしゃい。らっしゃい。熊田香織で会ってた。そうそう、あの父ちゃん。あ、え、豚ゴリラもらっしゃいだっけ。いや、らっしゃいって何だっけ。何、ね、口癖、語尾、何言ってんだてめえらっしゃいっつってる。そんな豚ゴリラ、豚ゴリラ、そんなこと。父ちゃん、父ちゃん。ああ、そうなの。父ちゃんらっしゃい。それは覚えてない。豚ゴリラもだって。マジでもうレベル111だって。さすがだわ。あ、もうバージョン6クリアしたの。クリアして、はい、やおめでとうございます。全力のとんがり行ってみようって。とんがりわかんない。豚ゴリラベーベー、豚ゴリラ。あ、ちょっと海賊で大砲バカバカ撃つの楽しいよ。へー、6.1 がもう待ち、もう待ち。早いわ早いわ、もう待ち早いわ。じゃあちょっと待って、どうしたらさ、単刀直入にユリのこと聞くか。は、先生どうしたんです、頬なんか染めちゃって。え、お茶目じゃない。 なんでもないんじゃ。ほい、焦がれてた感じかな。うん、日曜日までに練習。マジマジ。あ、菊亭さんこんばん は, んばんは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。ジンソーさん確か熊田のじっちゃん好きだったよね。あ、そうそうそう、好きって言ってた、ね、熊田のじっちゃん好きだったよね。綾代家の後継者の印のこと。そうそう、後継者の印のこと。話には聞いたことがあるがな、どんなもんかは知らんな。あ、知らんか。うん、バージョン5ですら入ってないご夫婦に言われたから。辛辣。カムカイクって気にするね。今まで話したことくらいしか知らんな。久しぶり聞いたさ。あとは神田は、神田のこと知ってる。綾代家の顧問弁護士じゃな、一度も会ったことはないがな。あ、会ったことはない。アキラは？アキラという人をご存知ですか？聞いたことがないな。じゃな、聞いたことがない。どうしてだ。キクさんのところに時々来とった遊び人風の男のことじゃろうか。あ、そうだと思うよ、多分その人だと思う。聞いたことが。あ、違うか。伝説は？熊田先生はこの村の伝説はご存知ですか？ああ、もちろん知っとる、うん、村の連中から聞いてきたんじゃろ。連中は信じきっておるようじゃが、医者のわしからすれば伝説は伝説に過ぎんとしか言えんな。そうだね。あ、間違えた、ごめんごめん。連中あくまでも、あ、まあまあ、ごめんごめん、連打しちゃう癖あるから。怪しろけのことは、怪しろけには昔とても美しい人がおったんじゃ。ユリさんでしょそれ、うん、ユリさんのことですか。ぽっ、よく知っとるな。なんその、かわいいね。いいな、俺も使おうかな今度から。ユリさんはとても美しい人だったんじゃ。なんだそのぽって。かわいいじゃん。先生、もしかしてユリさんのことを。な、何を言うとるか。ユリさんのことなら原神に聞いてくれ。さっさと行かんか。ポッ。年が今なく照れちゃって。これ何、ポッって言わないといけないの。早よ行けというのに。あ、じゃあ今度原神さんか。寺、寺、今度寺か。プロデロ？うん。お邪魔しました。でもさ、ほらさっさと行け。
え、原神さんも何があるのだろう。あ、猫だ。どこ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 。あ、マジで。うん。照れてる。かわいいよね、なんか。え、どうする？このあの原神さんもポッて言ったら。ん？あんたか。どうされた？ゆりさんのことをね。お聞きしたいことがあってきました。ゆりさんのことちょっとお聞きしたくてね。ゆりのこと。怪しろゆりさんについて何かご存知でしょうか。うん。その名に行き着いたか。いたか。よかろう。話して死んぜよ。ああ、なるほど。ゆりは菊さんの一人娘じゃ、うんうんうん。そこまでは知ってる。ええ。今は行方不明と聞いていますが。ゆりはな。お、あ、呼び捨てにする？20年前この村へ仕事でやってきた青年と知り合ったんじゃ。お、二人はやがて愛し合うようになったんじゃ。じゃが菊さんの旦那が二人の仲を猛反対したんじゃ。なるほど。身分が違うとな。あ、しかしユリの決心は固く、ついに駆け落ちしてしもうたんじゃよ。なるほど。そうだったんですか。そんな事情が。それでもユリは一人娘じゃからの、キクさんは後継者の証を持たせたようじゃが。持たせた。二人が今どこでどうしているのかはわからん。幸せに暮らしておるといいんじゃがな。うん、そうだね。ありがちよね。ありがちな展開になってきたね。竹落ちありがちだ。ありがち。代々伝わる大切なものらしいの。しかし、しかし、それがどんな代物なのかまでわしは知らんのじゃ。門外不出ってやつ？ね、みんな知らないね。そう、幸せしかね、祈れませんね。祈りませんね。キクさんとは昔から随分親しくさせてもらっとったんじゃ。あー、なるほど。じゃあ神田のこと聞いてみるか。ああ、あ、怪しの商事の顧問弁護士じゃな。キクさんも信頼しておったようじゃ。まあそれぐらいか。正体不明なんだよな、神田。アキラという人をご存知ですか。キクさんはそのアキラという男孫のように思っとったようじゃの。ああ、そうか、孫じゃないのか。ところがアキラの方はキクさんを小遣いをくれるばあさんぐらいにしか思っておらんかったらしい。ああ、なるほど。それを知っていても孫のいないキクさんにとって、アキラは可愛かったんじゃろ。ねえ、甥っ子とさ、め、甥っ子か、甥っ子の子供って何になるの、関係性的に。ああ、何になるの、何になるんだろう。伝説はお嬢さんから聞いたから、なんかある、なんか知ってる。村の人たちは綾代家に良くない印象を持っているようですね。えらしいねんの必須字なのかもしれんね。立派なおひげも生えてらっしゃるし。ああ、そう、そうなの。信玄さんはそうなの。ね、信玄さんは毘沙門天の化身と言われた人ですからね。うん、確かにな。何？毘沙門天って何？七福神の一人。ああ、あの、おひげもっさりのの、鎧を着た武神ですね。はい。あ、これ、あ、そこ、ごめんごめん。それ上杉謙信だった。どれが上杉謙信？毘沙門天。そう、武田信玄は、なんだっけ、軍配を持ってる人。うんうんうん。上杉謙信のライバルの人。風林火山の人。風林火山の人、うん、分からんけどそうなの。そうですね。あ、ドラゴンさん、こんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。そうでした。毘沙門天は上杉謙信でした。でもこの人謙信っぽくない？
武田信にもっとぽっちゃりしてるイメージがあるんだよな。そうそう、孫子の兵法が好きな信玄さん。そうなんだ。孫子の兵法が好きで風林火山っていうのをあのやってた。キクさんの旦那はかなりアコギな商売をしとったようじゃが、それももう遠い昔の話じゃよ。アコギな商売。わしから話せるな、このぐらいじゃ。なるほど。ありがとうございました。で、信玄、謙信か、謙信って一説では女性だったみたいなのもあった。へえ。あんな人が女性だったら怖えわ。あ、そうなん、結構怖い怖い。あとなんだろう。聞くことはないよね、あと。あ、気づいたこと？キクさんとは違うね。私から話せるな。あ、伝説、そうそう、三日月、満月がどうとかこうとかって。七福神って全員名前だけでそそられますよね。ねって。そうだね。言える？言えない。俺何年まで言えるかな？ビシャモンテンさんです。あ、さん付けまでする。さん付け。はい、一応。はい、ビシャモンテン。エビスさん。エビスさん。ここまで来てんのに。女性いたよね。いるね。ここまでいるのに。ここまで。どこまでだよ。ここまで来てんだけど出てこない。もう二人で終わり？二人で終わろうかな。ギブ？マジか。俺言えるかな。言える？あー、ちょっと待って。私タイ持ってる人言った？あ、言った。え、言ったの？言った。あ、じゃあもう無理だ。毘沙門、毘沙門天、恵比寿、うん、大黒天。あ、それだ。これ内出の小槌持ってる人ね。それそれ、その人が出てきてた。と弁天、うん、これ女性ね。女性ね。弁天、寿老人、福六寿。あ、わかんない。あと誰だっけ？あと一人誰だ？今聞いた二人分からん。寿老人と福六寿。うん。あと誰だっけ、あと一人。うん。え、ちょっと待って、あと一人誰だ？これはなんて読むの？あ、ごと、早きことか。かな？早きこと風のことし、静かなること林のことし。かけきこと火のことし、動かざるごと、山のことし。あー、で風林火山。風林火山。移動するときは風のように速く、はい、身を潜めるときは林のように静かに、おで攻めるときは火のごとく、おあの燃やし尽くすみたいなね、うん、火のごとく勢いよく、うん、で動かない、要は止まるときは山のように止まれっていう。風林火山。風林火山四字熟語だよね。じゃないよ。この孫子の兵法っていうのに出てくる、兵の心得、兵法の心得。そうなの。そう、兵を動かす心得。私この風林火山ってさ、いつ使うんよって思ってたよ。うん、攻めるときに、あ、攻めるというか、なんか使いどころどこなんと思ってたんだけど。兵隊を動かすときに心得ておくことですね。あ、なるほど。うん、さんまさんが税関でこれは何だって聞かれて、うん、毘沙門天、恵比寿、福六寿、弁天。これ、そうじゃない？ああ、そこか。うん、そうそう。セブンゴッズって言ったら、ノー、神は一人だって言われたらしいって。へぇ、まあ外国ではそうか。布袋さん。え、布袋さん、布袋さんが抜けてたんだ俺。すごい、肉まんさん。布袋さんって私もうあの布袋さんしか出てこないよ。ベイビーベイビーベイビーでしょ。そうそうそう、違うわ。いや一緒だよ、漢字。うん、漢字は一緒だよ。でもその布袋さんじゃねえよ。分かっとるわ、それは分かっとるわ。風林、風林火印在来だっけ。あー、そうかそうか、他に、そうか、これ雷があるのか、影もあるのか。そう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 、そうだわ。これが元なのじゃん。うん、俺ね、兵法読んだんだよね。兵法を読む。うん、孫子の兵法、ビジネス書としてもあるからさ、孫子の兵法ね。確か、うん、
これを愛読してるので有名な人って結構いるよ。マジか。うん、あの三国志の曹操もこれ読んでるから。曹操も48の殺人技のナンバー3それ筋肉マンじゃなかった？違う。漢字かっこいい。すごく大好物。本当にもう一度聞きたいのか？あ、いや、もう聞かなくて、それはもう聞かなくていい。あ、いえ、やっぱり。え、思い出してみる？うん。なんだ、移動？いや、移動で、あと何がある？あ、でも違うか。他になんかある？まだなんか見落としてる。じゃあこれで、待って、熊田委員に行ってみる？なんじゃ、まだ何かあるのか？ここで合ってるかな？なんか次の、おそらく手がかりを探すんだと思うんだよね。本当？うん。うん。何のこと？多分ユリのこと。ユリさんのことなら原始。ああ、ここじゃないか。多分ね、ユリのことか神田のことなんだよね。アキラかな。アキラ？アキラでも知らないって言ってたもんね。聞いたことがない。やっぱりユリかな。本48の殺人技の一つだって。風林火山。え、筋肉マン48の殺人技ってなんだっけ？俺の中の記憶だと筋肉マンだけど。48の殺人技があるの？48の殺人技。筋肉マン？なかったかな？違ったかな？はい、綾代ゆりさん。おお、違うな。確かに。年甲斐もなく照れちゃってた。なんかないのかな？全てはえ、待って、神楽寺がなくなってる。なんじゃ、そう、まだ何かあるのか。だから多分こことあそこだわ。あ、アメハメが筋肉マンに授けた技。ほら、やっぱそうだ。筋肉アメハメ、筋肉マンのお師匠さん、だっけ。キングカメハメだっけ。黒い筋肉マンみたいな。うん、わあ、そういえば、あ、来た来た。あずさが今日も来とったぞ。薬だけ持ってさっき帰ったとこじゃ。お、うん、ってことはもういるのか。一瞬外出てきます。あ、はい、じゃあお気をつけて。うん、あっちのお手は、うん、の本にするんだと。少なくとも今井美希は一時期心を痛め、まさか直樹、家庭を失ったよ。あー、わかる。今頃は屋敷におるじゃろ。ゴシップネタですか。ゴシップか。あったね。あずささんはここに来ていたのか。あ、はいはい。じゃあ次は怪しろけに戻るのか。俺ホテイさん結構好きだけどな。俺ボーイ好きだからさ。ベイビー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 。マイミキさんだった。あの奥さん、今井美希さん。ホテイさんの。ホテイさんの。まさか直樹さんも家庭お持ちだったよねってことじゃないの？家庭を失ったって書いてあるから。俺その辺知らないんだよね。私も奥さんが今出てこないんだよ。小坂直樹さん顔は出てくるんだけど名前が出てこない。風畑様、お帰りなさい。はい、あずさ様がたった今お帰りになりました。たった今ですか？ありがとうございます。どこ行ってたんだろう。あの熊田いいんじゃないの？え、いなかったじゃん。薬もらいに来たって言ってたよ。ああ、うん、うん、今か、今。あら、探偵さん、私に何か？お聞きしたいことが山ほどあるんだよ。お聞きしたいことがあるんです。お時間をいただけますか？ああ、でもそうだね、江頭2時50分さんを元気にしたよねって。どういうこと？テーマソングでしょ。あ、テーマソングじゃねえや。めちゃイケの時のほら、エガちゃんのテーマ曲じゃん。
仕方ないそうなの少しだけねあーって始まるじゃんそうだわベビー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 ベまあじゃあそこはちょっとあんまり深く、ねうん、触れないことにしとこ う、ね、あれしてあれだったあれだったってことにしとこう、うん、じゃあ一番上から聞いていきますか、はい、菊おば様の発言権は綾代商事でも絶対的だったよねああなるほど、うんうん、灰皿の位置もなんか違うねあ違うねじゃあ吸わないのかそういうことなんだろうねあずさはタバコを吸わないもう幹事兄さんから聞いたんでしょ喉が痛いんだから余計なことを喋らせないでよ喉痛いの関係あんのかな関係あんのかなアキラさんについて何かご存知ですかアキラについて知ってますか兄さんのドラ息子ね遺言公開の日もこっちで会ったけどうんそういえばその時アキラは誰かとこそこそ会っていたよね多分ね、それ聞くたんじゃないかな違うのかなえ、一体誰とそれはご自分でお調べになれば、探偵さん違うのかなで、公開の、あ、違う違う、探偵じゃない遺言公開の日、うん、菊さんの部屋の庭にいたんでしょ、だってうんってことは、菊さんに会ってたんじゃないかなスプリングはタバコを吸うよ吸うよだから僕も容疑者の一人だよああ、次郎についてなら探偵さんの興味を引きそうなことがある何おばさまが亡くなって一番困ったことになったのは次郎じゃないかしらえ、なんで？なんでそれはどういう意味ですか社長の幹事兄さんと専務の次郎はね会社の中で激しく対立してたのよこれもよくあるよなるほどサスペンスでっていうかサスペンスであるね今まではおばさまがいたから幹事兄さんも綾代商事を思い通りにできなかったけど、うんうんうん、今はもう兄さんの望むままねなるほど、うんうん、で、一番得してんのは幹事か、うんえでも相棒でもあったえこんな話こんな話、うん、相棒であったの相棒であったあなるほど相棒の知識ですか相棒の知識俺ちゃんの推理はね外れましたねそこ外れたじゃん僕はタバコを吸いますあ神宮寺三郎もいいなあれ出てこないけど神宮寺三郎誰ねゲームですね探偵ゲームですねハードボイルド探偵ゲーム推理ゲームですあースー君が好きそうな感じ、はい、あそうだねなんかこれ今のところさピクさんが亡くなって一番得してるの漢字だよね漢字だね遺産もだってもらえるでしょそう会社もでしょ、うん、漢字兄さんがいる限り専務の次郎は会社の中で小さくなってなきゃならなくなったのよなるほどね幹事さんと次郎さんにはそんな確執がなるほど神宮寺三郎出てくるんだったなこの家の顧問弁護士でしょうん、なんか知ってる頭は切れるらしいわね会社の相談役にもなってるようだけどなるほど会社の相談役にもかユリのことはこっちが聞きたいくらいよおろおろだいたいあなた探偵でしょはいこんなとこでグズグズしてないでユリさんでも探してらっしゃいよユリさんが見つからなければ遺産の分配ができないああそういうことかでも探偵って言うけど大体の仕事は浮気調査ですようんらしいね安定の仕事は浮気調査がメインですからそんな言われまして知らないわよそんなもの私には関係ないわ
そっか、関係ないか、正当な後継者じゃないから。幹事兄さんにとっておばさまの個人財産なんてどうでもいいんじゃないかしら。なるほど、会社かな。それよりも怪しろ商事を自由にできることの方がよほど魅力的なことに違いないわ。個人財産なんてたかが知れてるってことか、うん、怪しろ商事の実権を握ることに比べれば。ゆりさんが現れないことを心の中で願っているんじゃない。あ、不安要素でもあるか、ゆりが。なるほど、うん、推理当たったかも。うん、ネタバレにならないように心に収めておこう。じゃあ最後みんなでこう思ってたんだっていうのを言おうよ、うん、そうだね、うん、何を話せっていうの。言ってることは洗いざらい話しなさいよ。それともやっぱり私たちを疑ってるの。そりゃそうでしょ。あなた、ね、本当に探偵、ね、本当ですけど。全蔵さん違うな。あと何か聞くことあんのかな。他に多分次郎かな。次郎のこと聞くのかな。おば様が亡くなって。あ、違うね。他によ、じゃあ全蔵呼んでみるか。はい、どういったご用でしょうか。なんか聞くことあるか。お忙しい方ですから、こんな時間でもまだお仕事中でしょうね。なるほど、うんうん、おばさんに更年期か聞いてみて、うん、なんて読むのこれ。なんて読むんだろう。カオル？違うな、なんだこれ。私もカオルって見えたけど、カオルはここ下に点点点がついてないとダメだもんね。とうとう言っちゃってるから、おばさん探偵じゃないです、刑事ですそうか、僕はそうだね。あ、でも、あ、前回は警部だったね、うん、前回はね。今回は、うん、まあでも俺スプダブローだから、まあ、刑事になるのか。そうだよ、警部か、うん、あ、え、これさんはどうでもいいことを考えてるの。覚えてます。あ、覚えてます。通りユリ様がこの家を継いでくだされば。しかしどちらにいらっしゃるのやら前回だそれはね、マンダムさんがね、あとねゲーム見てないからだよ船越さんしかっていた、そんな船越さんいや、今マンダムさんはボケることしか考えてないからだよなんかあるかな。遺言通り全蔵じゃないのかな。ああ、そうでした。あかねに確認をしたのですが、はいはい、あの日アキラ様は、うん、アキラ様は何やら大きな荷物を持って屋敷の裏にある土蔵のあたりでうろついていらっしゃったそうなのです。土蔵裏か。何をなさっておられたのやら。土蔵、大きな荷物。なんか鳴ったね、音がね。ルル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 って鳴ったから大事なことなんだろうね。怪しいもんね、めっちゃ。土蔵って何。土蔵って何。タバコをやめたらゲーミング PC 買っていいよとおつづさんと視聴者参加型で話し合ったことあー、どうしたどうした。といえば話したなあ。でもスー君もうなんかいろいろ買おうと、もうね、そうですね、考えてるよ、ね、考えてるからね。オートピアとユートピアとオホーツクの話してた何の話やそれ。ファミコン探偵クラブはもう土蔵は屋敷の裏にございます。なるほど、裏ね。高価な骨董品がたくさん保管してありますので、入り口には鍵がかかっております。うん、昔のこういうさ大きい家にはよくある蔵ってやつだよね、やっぱね。うん、なるほど。マロンさん、こんばんは。あ、マロンさん、こんばんは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。あ、
真実はいつも一つ二つ三つ。やくれました。いえ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 、お忙しいからね。ありがとうございます。話したことぐらい。今日のね、もしねマロンさんよかったら今日の、僕のね動画の、あ、そうだ、途中から見に来てくださった方は、あの僕の動画の、最初の方をねぜひすごいね、それを言える、見ていただいたら今日のあのこのマロンさんのコメントにもフラグ回収だったかなって感じ。いや勇気がすごいよ。あのそう、うん、みんなちゃんなんかだってほら喜んでくれたからさ。本当だね、よかったね。FC の推理ゲームのオンパレード、うん、FC ってファミコンだっけ。ファミコン、ファミコン、あ、皆さんあの、あのお暇な時でいいんで、ね、あとなんだろうな、土蔵のこと、これさ、あずさんにも聞いてみるか、土蔵のこと。なんなの、要件は早く済ませてよ。推理ゲームのオンパレードやってみるか、これもいいよね。シリーズ化したいからね。いきなり何よ、それがどうしたっていうの。え、めっちゃ怒られたわ、おお。あ、待って、そうなんだ、オートピア、ユートピア、オホーツクって全部そうなの。そうそう、そうなの。オートピア殺人事件だっけ、ユートピアはなんだっけ、オホーツクはキユだね。これ出たね前回。そう、オホーツクにキユで、ミシシッピもあるの。ミシシッピもある。ミシシッピはさ、確かさ、うん、すごい序盤に初見殺しのやつがあるやつじゃないっけ。へえ、オークキ、オークキも前も言ってなかった、まあ、前も言ってた。これもうアズさんには話すことがないな。じゃ全蔵さんか。はい。え、土蔵のことまた聞く？大久喜ってギャルゲーの。骨董品がたくさん保管してありますので。大久喜は多分違うんじゃない？違うの。じゃナイフが飛んできたら真剣白刃取りでキャッチします。多分これ握手じゃない？違う？ナイフが飛んでくるって。前に。ああ。あとなんだ？何時？お忙しいか。違うな。あずさんにはもう何も聞けない。どのようなものか存じませんが、それを持つことによって初めて綾代家の本当の後継者と認められるしきたりです。うん、それはね分かってる。何なんだろうねこの。神楽寺の源信さんに聞きました。ゆりさんは恋人と駆け落ちしてしまったんですね。現像に聞くか。はい。旦那様がお二人の仲を決して許そうとせず、うん、結果家を飛び出してしまわれました。結局さ、許した方が絶対いいんだよ。そうなんだよ。許さないはね、もうこうなっちゃうから、なっちゃうからってならないけどなりがちだから、ね、ダメだよ、認めてあげないと、うん、5歳の私には全て難しいゲームだったと記憶しか、なのでスーさんがやっても初見の気持ちで見れます、うん、あ、いいねそれ、そういうの。なんかさ、昔おぼろげに記憶あるんだよなっていうやつっていっぱいあるよね。ファミコンか。ファミコン、ね、僕はね、さんまの名探偵かな、うん、一番最初に見た推理ゲームって。へー、でもスー君ファミコン買おうとしてるじゃん。スーパーファミコンをね。スーパーファミコン、うん、スーパーファミコンとファミコンができるあのハイブリッドのやつがあるんだけど。あー、そんなのあんの。うん、ある、どっちもできるやつ。へえ。それをね買おうかなーと思ってて。え、それ何、昔あったのそんなの。ない。え、今だからあるの。あ、ね、今だからファミコン、スーパーファミコンで分かれてたでしょ。あ、今それの合体版がね、あの任天堂からじゃなくて、うん、そういうゲーム好きのじゃないけど、なんか多分出てんだよね。うん、あ、斉藤さん、あ、こんばんは。これは何でしょうか。これはね、ファミコン探偵クラブ消えた後継者のリメイク版ですぞ。てか斉藤さんもアイコン変わってる。ほんとだ、ね、なんだこれ、なんだろうね、青っぽいな。青っぽいね。うん、うん、
さんまの、うん、名探偵とさん、たけしの挑戦状。たけしの挑戦状は俺クリアできるかわからんよ。難しいの、うん、難しいというか、でもあれさ、ギミックがあるけど、途中時間のギミックがあるけど、うん、あれみんな耐えれる耐えれたらいいけど。へえ。うん、この文鎮飯っていうのはこれ桂文鎮さんかな、文子さんだっけ、文鎮さんだよね、桂文鎮さん。あ、このさんまの名探偵です。ああ、そういうこと。そう、出てくる。なるほど。そうそう、HDMI でつなげて配信できるやつ。んー、ああ、そう、歌、カラオケもあったもんね、たけしの挑戦状。あなたが歌わないと。そうなんだ。そう。一枠まるまる雑談になりそうなやつあるよね。本当。そう。ギミックがね、すごい特殊だから。へえ。それでも、ゆり様は菊様の一人娘です。当家の後継者となられるのは、やはりゆり様だと考えられるのではないかと。うん、菊さんからするとそうだろうね。うん、なるほど。じゃあ神田は？神田弁護士について、詳しく教えていただけませんか？だよ、神田。立派な方です。菊様が亡くなられた時、私の話を、親身になって聞いてくださいました、うん、では一度探偵に調査を頼んでみてはどうかということで。なるほど。有名な宇津木探偵事務所の優秀な探偵のあなた様を教えてくださったんですよ。え、何知ってんの？助手だよね。俺助手だよ。え、宇津木さんに頼むならまだしも、うん、なんで助手の俺後ろのセバスチャンはなんか知っとるだろうって。なんか知っとるよほら、どうだったんですかって言ってるもん。絶対執事はそうだよ、ね、そう、知っとるよ。お会いしたいということでしたら、まずはお電話されてはいかがでしょう。来たよ来たよ、神田。神様の事務所の電話番号は米16の短縮ダイヤルです。米16の短縮ね。米16。 OK、 じゃあ次郎のことも聞いてみるか。お忙しい方ですか。あー、なるほどね。アキラはもうない。何やら大きもうないね。遺言書は知らないでしょ。遺言通り。あ、違うか。うん、あ、なるほど。優秀な探偵のスプリングさん。前にお話した含みがある。含みがあるね。電話はシャープ米の16、うんうん、お、あ、事務所です。申し訳ございませんが、ただいまの時間は受付時間外となっております。いいね。恐れ入りますが、おかけ直しいただきますようお願い申し上げます。いいね。こんな時間じゃ無理ないか。なるほど、うん、緊張感のない猫のコスプレしてるすずちゃんは何も知らない、わからないだろうね腹立つ斉藤さん絶対嘘だわ謎は全て解けました。嘘つけ絶対嘘だわ嘘つけ。ギャンブルで3000万負けた娘は甘やかしちゃダメですかね。イモちゃんのことじゃイモちゃんしか出てこないのが申し訳ない。申し訳ないわ。あ、甘やかしっていいんじゃない。うん、いいと思う。いいよ、甘やかそう。もうこれダメだな。思い出してみるか。ない。うん、わかった。これで前蔵に話を聞くんだ。はい。神田のことについて。神田様の事務所の電話番号は米16の違った。え、そしたら、そしたらもう移動は聞くの寝室だもんね。えー、で、あずさにはもう話すことができない。うん、これは思い出してみたけどダメだった。だよね、ここ関係なさそう。弁蔵さんは規定列ですね。ええー、そうなの？あのほら、規定。分かった、ぐるぐる眼鏡。そう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 。ローラ作戦行く？気づいたことなんかない？前に。あ、マジで。そういえば。あ、
村人からユリ様の話は聞けましたか？聞いた。いろいろと。他にも様々な噂が飛び交っているようですね。気味の悪いことも噂しておりましたでしょう。そう、満月の夜にどうとかね。ああ、満月の晩に菊さんが蘇るという気味の悪い話ですね。村人たちがいい加減なことを言って勝手に騒いでるだけでございます。うん。そういえば、今夜あたりがちょうど満月ですね。え、なんか何ビビらせようとしてる、うん、伝蔵さん。そういえば満月か。そろそろ戻らないと、事務所に着くのが夜中になってしまう。あゆみちゃんを心配させるといけないし、帰ろう。え、主人公ちょっとビビってる。伊佐坂先生に意見聞いてみたら参考になるかも。作家さんだから。あのミステリー作家だっけ伊佐坂先生。確かにそれはあるかも。ありがとうございました。私推理してる。今日はこれでおいとましますボケてるだけ。さようでございますか。それでは道中お気を。何そのフラグ。何が何が。あ、そうそう、ちょうど今晩満月の夜でございます。おかえりなさい、あゆみちゃん。あゆみちゃん、遅かったわね。私もたった今帰ったところなの。え、何しに行ってたの。こんな遅くまで調査をしていたのかい。え、嘘でしょ。伊佐坂先生違うよ、あれ。推理作家だよ。そっちのふふふ小説じゃないよ。いや、私一瞬、そうなんだって思っちゃった。違うよ、推理作家だよ、伊佐坂先生は。お互い様でしょ。それで、うん、綾代商事のことだけどね。はい。絶対的な発言権を持っていた菊が亡くなったことで、綾代商事は大変みたいよ。お家騒動に発展してるってことかな。それというのも実は、うん、社長と専務の対立にとうとう火がついちゃったらしいの。なるほど。なんだって。今のところは社長の幹事が立場的にかなり有利なようだけど、専務の次郎だって黙ってないから、二人の対立はこれからますます激しくなっていくんじゃないかしら。あら、幹事にとって新しい目の上のたんこぶってわけね。なるほど、なるほど。ありがとう。すごく参考になったよ。そう？なら頑張った甲斐があったわ。それじゃあ、今日分かったことを整理して推理してみよう。オッケー。推理するか。うん、まず、幹事だが、菊が死んだことで、事実上、綾代商事の実権を握ったことになる。そうだね。うん。今までキクさんがいたから好きなようにはできなかったけど、亡くなったことで、まあ好きなようにできるってことだね。そう、尾形さんなんだよ。そう、主人公の声尾形さんなんだよ。声がいいよね。いいんだよ。あゆみちゃんはビーデルの皆口さんなんだよ。いいよね。一方の次郎は会社での立場が悪くなってしまった。はい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 。金に困っていたあずさには、うん、菊の遺産が転がり込むことになった。なった、うん。そしてあの遺言書に書かれていたユリという行方不明の人物には、会長菊の全ての権利がそっくりそのまま譲られるわけだ。だからさ、得をしてないのが児童だけなんだよね。ね、声優見てきますって。いってらっしゃい。あ、いってらっしゃい。ジロだけ得してないんだよ、今。怪しい。あずさ、ハンジ、ユリには、キクがなくなることでメリットがあるんだよね。ジロは、今のところ、遺産だけ、うん、分配される遺産だけで、それ以外にないんだよ。それともう一つ、アキラは、土蔵のそばで一体何をしてたの。だんだん綾代家や綾代商事内部の事情が明らかになってきたわね。
でも調査を依頼されたキクの死の真相には近づけていないな。心不全っていうところで止まってるね。焦っちゃダメよ。私も協力するわ。じっくり進めていきましょう。ありがとう。とはいえ今夜はもう遅いから、調査の続きはまた明日にしましょう。オッケー。私も怪しろ障子に関して他に情報がないか探ってみるわね。そうだ、明日は天地さんに会ってみようか。久しぶりに。天地さんの部屋を出てから連絡もしてないし、心配させているかもしれない。天地さんわかんない。第一殺人。待って、どういうこと。今もしかしてさ、城之内シスぐらいのネタバレだった。いやこれね、天地なんだよ。天地さん、綾代家に行こうか、その前に天地さんに会っておこうか迷ってるんだ。タイトルでネタバレって。そうだよ、第一の殺人って言っちゃってるよ。あれきり天地さんに連絡もしていないし。うわー、くらっちまったぜ。分かったわ。私も昨日言った通り、怪しろ障子に関して他に情報がないか探ってみるわね。ああ、気をつけて。あなたもね。あ、じゃあ、アマチの部屋に行ってみるか。うん。アマチさんじゃない。え、違うと思う。違った。ただの住人じゃん。違った、あんな髪型だった気がした。僕です。ああ、君か。待って、今ドアを開けるよ。あ、そこなんだ。うんうん。ユミさんがカノンの お母さんそのまま。へえ。そう、杉田さんなの。くつろいでおられるところすみません。いや、テレビを見ていただけだよ。ゆっくりしていけばいいさ。かっちょよ。そういえば髪型に似てたね。あれから何か進展はあったかい。あった。少しね。そうですか。天地さん、僕はどうも綾代家の調査のために明神村へ行っていたようなんです。うん、そうだったのか。だから君はあんなところに行っていたわけだ。それじゃあ、あの崖へ何をしに行ったのか思い出したのかい。なんか目つきが怖いな。そこまではわからないんです。杉田さんは、うん、カノンに主人公で出てるってこと。ああ、そうなんだ。カノンに主人公で出てる。声を当ててるってことか。じゃない。ちょっと待って、でもさ、アマチに何聞くの。よくアマチさんが何者なの、これを知りたいんだけど。ああ、まあそれはそうだね。ただの人助けしてくれた人にしてはさ、聞くことがだってできるんだよ。知らないって言うに決まってんじゃん。だって関係ないんだから。助けただけでしょ。まあそのはずだよね。ちょっとまずさ、見てみるか、部屋を。まずそこからだよ。何読んでんの。いろいろな本があるけど、推理小説が多いみたいだ。ああ、推理マニアな。じゃあ一緒に推理する？写真。すまないけど、部屋の中のものを触るのは遠慮してもらえないかい？嫌だよ。いや嫌だよ。それが普通だよね。触るのはやめておこう。え、何読んでるかぐらい見せて。いろいろな本があるけど、推理小説。ミルクは入れるけど、
砂糖は使わない。コーヒーのいい香りが部屋中に満ちている。なんだか落ち着くな。お前は他人のだと質問。それは あの怪しろ家の調査を依頼されているなんて、うん、君は相当優秀な探偵なんだね。怪しろ家は世界で有数の資産家だから、まあ、知ってて当然じゃないけど、知ってる人は知ってんのか。僕らで言うとこの何になるのかな。よみがえりの伝説、なかなか面白そうな話だね。村の人たちの間では単なる伝説ではなく今でも信じられていることのようですが、うんうん、いやさすがにそれはないだろう、うんうんうん、面白そうな話だけどね。確かにね、これはないと思う。確かに。すまないがそういう人は知らないな。でしょうね。だが直感だがね、君の事故とその人は何か関係があるんじゃないかな。いやいや、素人の推理だから気にしないでくれよ。つまらないことを言っちゃったかな。なんか根拠じゃなく直感って言ってるよね。本当にただの推理マニアかな。すまないがそういう人は知らないな。だが直感だがね、君の事故とその人は何か関係があるんじゃないかな。なんだこの言い方は。あれか、なんか含みある。うん、あ結構あ、はい、なんで消しちゃったの。なんで消しちゃったの。読んだよ。でも読んだよ。お家騒動みたいな感じかな、ね、いやいや素人の推理だから気にしないでくれよ。つまらないことを言っちゃったかな。これなんだっけ。ごめんちょっと待って、思い出すわ。何をこれなんだっけ、この言い方さ、うん、あの言い方に似てんだよな。あこっちじゃないわ、こっちだわ。何、ね、なんかのアニメ。そういや、この言い方、あね、あったあったあった言うよ、うん、10代から20代、うん、もしくは30代から40代、うん、または50代から60代の人物、うん、日本人あるいは外国人の男性もしくは女性、計画的な性格でなければ突発的な性格の可能性、うん、無職である可能性が高いが学生もしくは何らかの職に就いている可能性もあるっていう言い方に似てる。何それ。僕の直感だがね、この君の事故との関係があるのかもしれないねって言ってるこの言い方が、さっきのやつの言い方に似てた。そういうこと。そういうこと。俺のこと聞いてみる。どうだい、記憶は戻ったのかい。いえ、まだ完全じゃないようです。そうか。ただのいい人？力になれることがあるかもしれないから、いつでもおいで。相談に乗るよ。なるほど。思い出してみる。ダメだ。あとは、アマチ。アマチさんが僕を助けてくれた命の恩人だ。でもなんで、なんだろう。あそこにね、なんか他にとかも絵が部屋に彩りを添えている。なんかあるか。そういえば怪しろ商事は社長がかねてから強く希望していた新事業へ進出することになったそうだよ。あ、だ漢字ってこと？漢字が強く希望していた新事業、はぐらかされてるか、うん、信用されてない感じかな、接し方がって、もしくは、もしくは気になる、気になる。会長の菊さんの反対でずっと延期されていて、
今年がその期限だったと思う。なんだ。じゃあ幹事が一番本当にメリットでけえじゃん。思えば会長が亡くなったのは社長にとって随分都合のいいことみたいだね。なるほど。え、でもそのなんで知ったって言って、新聞？新聞。ああ、ほんと新聞だ。それでは今日は。あれ？何何？あれ？なんだ？おや？速報だ。速報。事件が起きたようだな。殺人？え、待って、くるくるしてる。オッケー、オッケー。大丈夫だかな？大丈夫かな？あ、オッケーだ、オッケーだ。まさか殺人？第一の？第一の殺人来た？綾代商事社長の綾代幹事氏58歳が明神村の元会長宅で何者かによって殺害された模様です。マジ？マジ？え？なんだって、幹事さんが殺された？え？一番、オーマイガー。え、一番怪しい人が亡くなった。とにかく急ぎたまえ。あ、はい、失礼します。え、一番怪しかったの？一番怪しいじゃん、だって。え、私的にはジローが怪しい。だってキクさんを殺害するメリットが一番高いのは幹事だよ。なんなん、ここでパーコの真似はいいよって。え、どれ、どこどこ、じゃないの。うるさいって言っただけでパーコの真似なの。土蔵の周りは警察関係者だらけだ。物々しい雰囲気に包まれている。土蔵だね。だから、蔵、あ、土作りとか、まあ、土蔵か。土ってことだよね。そう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 、コンクリートじゃないってことじゃないの？あーって叫んでたよねって。真似じゃないかな。どっか調べるとかあんのかな。あ、善蔵さんがいるね。刑事がいる。鑑識、土蔵、土蔵ってどんなの？この中で幹事さんが。ずっと鑑識。無視されてしまった。この写真撮ってる人は？なんだね、君は。立ち入り禁止だよ。怒られた。刑事さん。今、善蔵さんと話しているみたいだ。邪魔しないようにしよう。うん。うん？警官呼んでみる。あの、ちょっとすみません。ん？なんだい君は。関係者以外は立ち入り禁止だよ。関係者っちゃ関係者だけどな。宇津木探偵事務所のものですが、中に入れてもらえませんか？え？君が宇津木さんのところの？ここを調査中の探偵って君のことだったのか？不明なの？え？え？ま、そういうことであれば中に入って構わないよ。え、なんで？そうなの？なんで？なんで？入れるの？そういうもんなの？そういうもんなの？土蔵の中に入ってみるか。じゃあご遺体の近くまで行っていいですか？死体や周りのものには絶対に手を触れないでくれよ。行けんの？行けんの？行っていいの？俺一般人だよ。いいの？あー、この見開かれた人、まるで何かを訴えようとしているかのようだ。そうなの？おいおい、勝手に入ってきちゃ困るよ。すみません、許可はいただいています。僕は宇津木探偵事務所のものです。宇津ボットって言った？ズボット。あ、ズボット、ズボットって言ったの？宇津ボットって聞こえた。ひと月かな、もうひと月でやっちゃったんかな。ひと月っぽいね、見た感じひと月だね。
そう、毛利さん以前にね、うん、コナン君行っちゃってるからね、行っちゃってるからね、トゥルル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 、一般人お邪魔しますね、お邪魔しまーす。君が、わかった。現場荒らさないようにしてくれよ。え、何？宇津木探偵事務所は有名なとこなの？お、なんか色が変わった。死因は？ナイフで胸を一突き、即死だろうね。傷は心臓まで達しているよ。一突きなんだ。即死。でもさ、そんなことさ、できんのはさ、うん、男性？男性だね。男性っぽいよね。一月、この漢字のこれなんていうの、この体格っていうのかな、うん、体格で心臓まで貫ける力を持ってる。で、多分男性かな。身長が何センチか気になるけどね、漢字の。これによるかな。身長か。うん。うんうん。死亡推定時刻は昨晩の10時から11時までの間だろう。羊の証言とはちょっと食い違うんだがね。え、羊の証言とはちょっと食い違う。昨晩の10時から11時までの間の1時間、羊が何て言ってるかは知らないけど、うん、そことちょっと食い違ってる。うん、マネじゃねえかんな、怒ったかんな、橋本かんなまで行きらんないとって。そうか、それがワンセットか。ワンセットか。全蔵さんの君の好きな橋本かんな。そう、大好き。ああいう娘が欲しいね。娘に欲しいって言ってた。うん。ご遺体の状況から何か分かりますか？そうだな、ほとんど争うこともなく、いきなり正面から刺されたようだ。こういう状況は身内による犯行の時よく見られるね。いや、もうさ、狙ってたってこと。そうだね。後つけてみたいな感じ。いや、後をつけてじゃないんじゃない？あ、いや、どうだろう。だって、いや、そもそも幹事がなぜこの土蔵にいたかだよ。あ、そうか。そのあなたが言うやつだったら確かに、ま、後をつけてだったら、うん、漢字が何かしようとしてるところつけてってるでしょ、うんうん、もしくはここに呼び出されたか。よくあるやつね。よくあるやつ、呼び出すやつね、うん、あら、写真を撮り続けてる。隅々まで気を。あ、まーさん、こんばんは。こんばんは。ありがとう。えって感じ。えって感じだよね。そうだよね。とうとう殺人がね。そう、とうとう殺人がね。ずいぶん深々と刺さっているな。こうなるにはかなりの力が必要だね。あ、やっぱそうか。やっぱ必要だね。男性だね。男性かなって思っちゃうよ。鍵？おや、鍵が落ちている。どこ？あ、もうごめん、飛ばしちゃった。ちょっと待って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 。どこの鍵だろう。鍵が落ちている。これは取ることができるのかな。犯行が行われた場所にしてはあまり散らかっていないな。うん、なるほど。この箱は、この箱はこんなところにしまっておくなんてもったいない。何？1日1時間ならやってもいいじゃない。何が？え、何、何を？あ、ファミリーコンピューターって書いてある。どこ？ここ、ファミリーコンピューターって書いてある。ファミコン置いてあるよ、ここに。もったいない。骨董品が棚に並べられている。高価そうだ。これはさ、鍵は壺の中に入ってたってこと。この様子だと、めったに人が来ないようだ。あ、待って、めったに人が来ないようだ。うん。この様子だと壺の中に入ってた感じか、ね、まあ、この上に落ちたかだよね。でも骨董品を見る限り、骨董品を見る限り、ここにはほとんど人が来ないらしい。
ここに変わってる様子ないのかな。出血は少ないようだ。ナイフが刺さったままだからかな。うん、うん、なぜネクタイがベストから出ているのでしょうか。あー、それは確かに。この見開かれた瞳、本当だ。まるで何かを訴えようとしているかのようだ。普通だったらベスト割った可能性もあるね。だから反動をつけたか。そう考えると女性でもできるね。そうだね、そう考えると、うん、こら勝手に触るんじゃない。指紋がつくじゃないか。あ、すいません。この後鍵は鑑識に回され、警官が鍵を善蔵さんに見せたところ、この土蔵の鍵だと判明した。お、土蔵の鍵、土蔵の鍵なんだ。ってことは綾代家の人たちに話を聞いてくれて構わんよ。発見者はここの執事だそうだ。ってことは土蔵の奥に血に染まった綾代幹事の遺体がある。幹事様がなぜこのような恐ろしいことに。それは分かりません。ただこれは、うん、何かの始まりに過ぎない。そう思えてならないんです。そっか、第1の殺人だから、うん、第2があるのかな。そんなそう、じゃあ聞くか。失礼ですが、昨夜の10時から11時の間、あなたはどこで何をなさってましたか。アリバイですか。うん、いえ、お気になさらないでください。当然の質問でしょう。私は昨晩、うん、いつも通り11時から12時頃まで屋敷の見回りをしておりました。なるほど。ではその時幹事さんのご遺体を発見されたんですか。いいえ、その時土蔵の扉にはしっかりと鍵がかかっておりました。あ、これが食い違いか。11時から12時の間に鍵がかかってた。12時の間、あーごめん、11時から12時ごからか、うん、12時頃まで見回りをしてて、うん、鍵がかかってた。でもさ、でもそう、10から11時の間、あ、ここがじゃあ食い違うんだ。そう、食い違い、そう、食い違い、食い違いだね。何が食い違ってるかっていうと、あ、でも食い違ってなくない。幹事の死亡推定時刻は10時から11時までなんだ、うん、だから、この10時から11時までの間に殺害されて、蔵の鍵を閉めれば11時から12時の間は鍵閉まってる。あ、ここ食い違ってなくない。ここじゃない、ここじゃないんじゃないの、うん。ところが今朝早く土蔵の前を通りかかってふと扉を見ましたら、鍵はいつの間にか外れていたのです。ここが食い違ってんのか。でも鍵あったじゃん。ここが食い違ってだから、ここが食い違ってんだよ。だから死亡推定時刻が10時から11時の間、はい、で、11時から12時の間は鍵が閉まってんの、うんうん。で、朝方見に来た時は鍵が開いてるから、うん、鍵が開けられたのが12時からこの伝蔵さんが土蔵の前を通りかかるまでの間に鍵が開けられてる。そうか。だから、うん、そうなると、うん、幹事が殺された10時から11時の間、幹事はまだ生きてるってことになるんだよね。なるんだ。幹事が鍵を持ってここに入ってきたって考えるとね、ここが食い違ってる。そうだね、うん、しかもセバスチャンだんだん稲川淳二に見えてきた。まあでも似てる気がする。ね、
昨日だっけ？昨日ね、昨日私が稲川淳二の真似してたわけじゃないけど言ってた。言ってたね。あなたが、スズランさんが昨日寝るとき稲川淳二になってた。稲川淳二になってた。なんて言ってたっけ？痛いなぁ、痛いなぁって。あの痛いなぁ、痛いなぁってスズランさんが言ってて、稲川淳二じゃんって。鍵が閉まっているイコール。うん、そう感じたのが生きていたという証拠にはなるのでしょうか。あ、ごめんごめん、いや、ならない、実際はならない、うん、なぜなら可能性としてはハンジが別の場所で殺されてここに運び込まれたっていう可能性が否定できないから。そうだね。そう、ただ、なんだろう、そうなってくると犯行現場はここじゃないってなると、うん、じゃあなぜわざわざここに漢字を運び込まないといけなかったのかっていう謎が残る。そうだね、うん、でもそうか、そう、10時から言ってしまえば、10時から11時の間にここじゃない場所で殺害して、うん、で12時以降から今朝までの間にハンジをここに連れてこなければいけない理由があるんだ。だとしたらね。だとしたら。もしくは10時から11時の間に殺害されて鍵を閉められた状態、うん、でいたんだけど、第三者もしくは犯人が何らかの理由でこの鍵、ここの鍵を12時から今朝までの間で開けたか。うんっていう可能性も否定はできない。まあ、わかんないね。どうぞ。どうぞは長い間使われておりませんでしたので、いつも鍵がかけられておりました。うん、多分後者の説が濃厚。濃厚、うん。じゃあ、めったに人は来ないんですね。そうだね。骨董品の感じからも人は来ないっていうことが。さようです。ただし、遺言公開の日、なぜかアキラ様は土蔵の近くに来られたようですが、うーん、でもアキラは違う気がする。バカラさんが大きな荷物を持ったアキラさんを見たって言っていたんだったな。大きな荷物、実はここに保管されていた骨董品のいくつかがなくなっています。それか、アキラが持ってたの、それか。あのナイフもここにあったものの一つです。え、あの刺さってる、刺さったやつ。え、じゃあここで殺されてる。いや、ちょっと待てよ。これでもさ、アキラが取ってったって可能性があるね、ここのナイフ。ナイフを、うん、でも刺したのは違う気がする。アキラではないと思う。それは本当ですか。ハンジさんの手の血の跡が床についていたので、うん、血が固まっていなかったのなら床に滴っている可能性がある。あ、別の場所から運んできてね。今見れないのか。見れないね。そっか、推理を見守るしてありがとう。ありがとうございます。はい、確かなことでございます。ですのでこれはきっと物取りの仕業に違いありません。いや違うよ。いや違う。なんかさ、そんな言うとさ、セバスチャン、セバスチャンじゃないわ。ちょっと違うよ。その紙は普段は誰が持っていたんです。菊様の寝室にあるタバコ入れの引き出しにしまってあったはずですが、誰かが持ち出したのでしょうか。寝室にあるタバコ入れあった、焦げ跡はタバコじゃん。あったあった、タバコの焦げ跡はもうタバコじゃん。謎の焦げ跡からもタバコに。タバコ入れ、そう、タバコ入れ。旦那様の形見として菊様が愛用しておられました。愛用？菊さんはタバコ？はい、以前は。しかし心臓に良くないと熊田先生に言われてからは禁煙しておられました。それ以来小物入れとして使っておられたようです。なるほど。
で、そのタバコ入れは？あ、そういえば、あのタバコ入れはいつの間にかなくなっているようです。タバコ入れがなくなった。電力で挑む姿勢。いいね。今はそれどころじゃないや。怒られた。呼ぶ？あ、お金さん。お金呼べる。はい。お呼びでしょうか。大変な状況ではありますが、少し話を聞かせてもらえますか。あかねさんを疑っているわけではなく、あくまで調査ですから。警察の方に全てお話しいたしましたけど、もう一度お話。一応僕も聞いておきたいんです。全力で別路線をひた走る姿勢。いいな。あなたはそうだよ。そうだよ。そうでなくっちゃ。タバコ入れ聞いてみるか。キクさんのタバコ入れについてお聞きしたいんですが。知りません。私。いや、知ってんね。知ってるわこれ。君知ってんね。教えなさいよ、タバコ。キクさんのタバコ入れについてお聞きした。知ってんね。知ってんね。アリバイは？失礼ですが、昨夜の10時から11時の間、あなたはどこで何をなさってましたか？警察の方に全てお話しいたしました。教えてくれない？土蔵について何か気がついたことはありませんか？あかねさん全然言ってくれない。善蔵さんが骨董品のいくつかがなくなっているとおっしゃっていますが、あかねさんから見てどうですか？知りません。私。おいあかねさん、土蔵の鍵のことについて何か知っていることはありませんか？知りません。私そんなこと何も分かりません。本当です。あかねさん相当動揺してるよね。なんだ、なぜこんな動揺する？何をリボンを。ちょっと善蔵さん。はい、何でもお答えします。タバコ買いに行った時のお釣りパクったのを。出るのが怖いんだよ。俺じゃん。それ俺じゃん。タバコ入れ。いつの間になくなってしまったのか気がついておりませんでした。なるほど。鍵はタバコ入れの引き出しにしまってあった。あ、これ一緒か。骨董品のいくつかがなくなっておる。あ、一緒か。他なんかない？あの日土蔵の近くになぜアキラ様がいらっしゃったのか私に。そうだろうね。先ほど申し上げ、もう一度お話しした方がよ。いや、もう大丈夫です。あ、いえ、結構さようでございますか。なんだ、見る、調べる、どこ、幹事の死体見てみるか。骨董品が遺体はもう中。ああ、調べたはず。あ、昭和43とか書いてある。へえ。どこに。ああ、ほんとだ、ね、昭和43って書いてあるね。古めかしい木箱に紙が貼られていたり文字が書かれたりしていて不気味だ。不気味なんだ、こういう価値観か。うん、どっかなんかあるのか。あかねかな。じゃあ開ける。どれ、扉。おや、土蔵の奥にもう一つ扉がある。なんだろう、
錠前がかかっていて鍵がなければ来そうもないな。あ、操作メモに記録だって。ここにあるんだよ、扉が。もう一つ扉があるけど、うん、ここにね、階段がある。開けられそうにないな。あ、そうだね、階段はさすがに開けられないんだよ。はしご開けられそうにないな。あ、菊がある。あの扉の奥に何かあるのですか。さあ、何のために作られたものか私は存じません。主人も知らない。実はこの私でさえあの扉の中に入ったことは一度もないのです。お、兄さん。あ、ジロー、ジローだ。こんなことに。兄さん、ということは、あの、ちょっとすみません。なんだ、君は。今で話されてはいかがでしょうか。そうですね、では。あの、私がご案内いたします。似てなくね。似てない似てないよね。では、私はこれで。え、茜さんも言ってよ。あの、あずささんはどうされているんですか。姿が見えませんが。近い。あずさ様はお部屋にいらっしゃいます。あ、そうなの。そうですか。それでは、失礼いたします。ついに殺人が起こってしまった。うん。一体誰が幹事さんを。おい、何を考え込んでいる。あ、話があると言ったのはそっちじゃないか。大地、この人の声、一体何者なんだ。すみません、申し遅れましたが、僕は宇津木探偵事務所の者です。ね、あずささんもこの屋敷にいるみたいだね。そう、いる。善蔵さんの依頼でこちらのお宅に出入りさせていただいています。何？探偵？その探偵が私に何の用だね。あ、兄さん、私は犯人を殺してやりたいよ。兄さんをあんな目に遭わせやがって。誰だっけ。これ。その犯人を見つけ出すためにご協力いただけませんか。まあいいだろう。そんなね、カッカしないでね。まあ茶でもいっぱい飲もうや、ね、飲もうや。ちょっとお話を聞きたいね、せっかくだから。全部聞いてみるか、上から。なぜ私がそんなことに答えなきゃならんのだ。君にそんなことを聞く権利があるのかね。ないよ。今そんなことは関係ないだろ。あるよ。お気持ちはわかりますが、ご協力いただけませんか。どうだよ。あ、今そんなことは関係。そっか、これじゃないってことか。じゃあ、わかった。アリバイについて担当直入に聞こう。失礼ですが、昨夜の10時から11時の間、あなたはどこで何をなさってましたか。なんだと？私を疑っているのか。失敬な。第一、警察の人間でもない君になぜ私がそんなことに答えなきゃならんのだ。え、君にそんなことを聞く権利があるのかね。ないよないよ、ないけど。え、じゃあこの人に何聞けばいいの。全然教えてくれんよ。え、だとこんなこと、まず君のこと聞かせて。私は犯人を殺してやりたいよ。兄さんをあんな目に遭わせやがって。怪しいな。なんかジロー怪しいんだよな。姉さんのこと？そうだな。ひどい借金をしてすぐにでも金が欲しいだろうが、ユリが行方不明で遺産の分配ができず、随分困っているようだな。ああ、なるほど。どうだ？覚えておいて損はないと思うがね。そうだ。確か幹事さんや菊さんからお金を借りていたんだったな。
そうだね。え、あとは幹事のこと？幹事さんについて話していただけますか？至急兄さんに見てもらいたい書類があったんだ。ところが今日会社には出ていない。うん、多分ここにいるだろうと聞いてやってくれば。この有様だ。ちくしょう、一体誰が幹事兄さんを見て、アリバイ言ってる。僕なら飲まれたコインを一時連で挽回してて、気がついたら22時半でした。それからオリジン弁当を寄って帰ってきました。これおじいのアリバイですね。アリバイですね、なるほど。そう、長男が幹事で、長女あずさ、次男が次郎の順番。相関図的にはこんな感じですね。で、キクとは甥っ子と姪っ子の関係にあたるから、この次郎の部分が分かったんだね、今日。うん、だからユリとはこの人たちはいとこになるのかね。ユリとはいとこになるって感じだね。おお、ありがたやってあ、もうちょっと見る、もうちょっと見とく。とこんな感じだから、うん。で、幹事が、殺害されたから、あずさとジロ、アキラは関係なさそうなんだよな。福さんを殺害しても幹事を殺害しても何のメリットもないんだよな、うん、アキラにはね。アキラは怪しすぎて逆に、うん、違うんだよね。違う気がする、うん。あ、何聞くか、あと、これでアリバイ聞く？いい加減にしてくれないか。あ、違うか。骨董品？土蔵の骨董品がいくつかなくなっているようですが、何かご存知ですか？知らんよ。土蔵なんて近づきもしないからな。そうだね、めったに人が来ないって言ってたからね。アキラが遊ぶ金欲しさに盗んだんじゃないのか？ああ、その線はね、ある。アキラっていうね。アキラっていうね、怪しすぎんだよ、アキラ。一体なんだって言うんだ、こんな時に。他に何か気がついたことはありませんか？これから兄さんの分まで頑張らねばならんのだ。君の相手などしている暇はない。じゃあもう聞きたい、アキラのこと。あんなろくでなしのことなど話したくもないよ。ろくでなしですか？ん？なんか聞ける？あんなろくでなし聞けないね。誰か呼べる？あ、あずさ呼べるんだ。あずさ呼べる？部屋にいるらしいけど。あ、まず次郎さんとまだ話せる。聞くことあるんだ。そうか、ある。神田、神田だ。関係あるのは神田。今そんなことは関係ない。マジ。マジ。ゆりさんは？一体なんだって言うんだ、こんな時に。一体なんだって言うん。そうだね。あと何？もう聞いたんじゃない？もう一回アリバイ聞いてみる？いい加減にしてくれないか。すみません。え、じゃああと何だ？なんだね、人の顔をジロジロと。ガードが硬い。この人ちょっと開いてくれないね。うん、開いてくれない。あ、ああ。そうだ、一つだけ教えてやろう。お、今度のことで、あずさ姉さんは兄さんに借金を返す必要がなくなったわけだ。ま、なんかの参考になるかもな。いや、あずさはキクにも幹事にも借金を返さなくてよくなったし、うん、遺産の分配が増えたんだよね。おお、そうか。うん、ジロー、ちょっとそれどういう意味よ。
あんたが来たって言うからどんな顔をしてるのか拝んでやろうと思ったら、何なの？そういうあんたこそ兄さんが死んで嬉しくって仕方がないんじゃないの？言ってることが白々しいのよ。顔に本音が大きく書いてあるくせに。なんてこと。姉さんこそ。もういい、話にならん。あ、言ってしまった。言われなくても分かってますよ。そんなこと誰が得するかなんて言われなくても分かってますよ。はい、次郎にも言われなくてもね、我々だって考えれば分かりますからね。なんでさ、ね、次郎の言い分に耳を傾ける必要なんてないわ。ちょっと待ってください。何よ、まだ何か用でもあるの？なんか家政婦は見たみたいな感じだね。そうだね。はい、お願いします。まったくもう。で、何なのよ。アリバイ聞きそびれた、次郎に。次郎に聞きそびれたアリバイ。ねえ、俺は素肌つぶさぶろだぞ。誰だと思ってんだ俺のこと。すごい言いづらいやろ。まずアリバイ聞くか。はい、失礼ですが、昨夜の10時から11時の間、あなたはどこで何をなさっていましたか？何よ、私がやったとでも言うの？バカバカしい。そんなことあなたに答える必要ないわ。なるほど。教えてくれないと。タバコ入れ。キクさんの寝室からタバコ入れがなくなっているようなんです。だから何？知らないわよ、そんなもの。なるほど。なんか気づいたことは？喉が痛いんだからあんまり喋らせないでよ。探偵だかなんだか知らないけど、いちいち付き合ってられないわ。骨董品？喉痛いんだ。いや、そこは知らない。骨董品がいくつかなくなっているようですが、何かご存知ですか？アキラが盗んだに決まってるわ。出た、アキラ。みんなアキラに。兄さんを殺した犯人も決まりじゃないかしら。相当だね。こういうのは素直に答えた方がいいんだよ。そうなんだよ。スプザブロ。俺スプザ、あ、俺スーハタスプザブロですから。この方は右利きなので犯人ではないかも。あのナイフの刺さってた位置ってこと？アズランって何？私のこと？アキラのこと聞いてみる。きっとアキラが殺したのよ。土蔵から骨董品がなくなっていたんでしょ？うん。泥棒猫のような真似をしているところを兄さんに見つかって、あいつならやりかねないわ。父親相手でもやりかねない。アキラさんはそう思われるような人物だってことか。もういいでしょ。疲れたから失礼するわ。うるさいわ。誰も来なくなってしまった。なんで不機嫌な時のスズランさんって。大体まあまあまあ間違ってはない。間違ってもないな。すぐあの人のせいにする。そうだね。すぐ人のせいにする。すぐスー君のせいにする。そして誰もいなくなったじゃんこれ。おー、すごい刺さり方がよく見えなかったのですが、左利きの犯行かと思われました。なるほど。ほら。あ、電話。電話が鳴っている。左利きだから。どうしよう。こっちか。こっちに刺さる。出ないの。いや、それは刺そうと思ったところ。どういうこと、どういうこと。刺してるところではなく刺さり方だから。刺さり方。無視するわけにもいかないか。僕が出よう。勝手に出ていいの。取る。え、ちょっと待って、見る調べるって何？電話取る。電話取るか。じゃあ、もしもし。あ、はい、怪しろですが、今誰も。失礼ですが、
あなたは？あ、僕ですか。宇津木探偵事務所のものですが。ああ、やっぱり声でわかりましたよ。お久しぶりです。お久しぶりです。あ、待って、あれ待って、だから警察の人に、ああ、君がって言われてたのかな。あ、警察に知り合いがいるんだ、俺。そっか、記憶、そっか、俺記憶なくしてっから。そうか、そうか。あ、だから警察の人がいいよって言ってたんだ。うんうん、うん、左から右に刺さっているように見えたので、まっすぐだったら右利きでも刺せますねって。なるほど。あ、斜めに刺さってたって感じか。うんうんうん、どうだろう、そこまではちょっと見えなかったね。ふーちゃんは役出てこのマンダムジジイとこの菊亭さんは私は何だと思ってたの、マジで。マジで雑なんだよ、扱いが。本当に本当にさ、家電じゃなかったんか。あの事件以来ですか。今回も殺人事件に巻き込まれちゃったんですね。あの事件、ダメだ、思い出せない。でもまあいいか、現状だよ、知り合いみたいだし。鑑識の結果をご報告しようとお電話をしたのですが、実はあの土蔵の鍵から綾代明の指紋が検出されました。すごい明に従るじゃん。いや、明、違う、絶対違うよ。だったら明じゃないわ、うん、でもそれはドラマ的推理だからね。そう、したがって明を幹事殺害の有力容疑者として全国に指名手配することになりました。ただ、うん、凶器のナイフからは誰の指紋も検出されなかったんです。解剖の結果についてはもう少し時間がかかると思います。待って、あれ今お知らせできることは以上です。それでは。はい、ありがとうございました。不自然だよね、鍵には指紋があるのにナイフに指紋がないって。あずささんが言っていたように土蔵の骨董品を盗もうとして、それを幹事さんに見つかってとっさに。でも凶器のナイフから指紋が出ていないというのが気になる、うん、土蔵の鍵からは検出されたのに。そう、そこなんだよ。どうしてだ、なんでナイフに指紋が出てないのに鍵はそんなおざなりなの。うん、ぼーっとしてる、一番近くで観覧してる視聴者間違いではないな。な、何、私もあれだよ、適当にあの相槌を打ってる時もあるけどちゃんと推理はしてるよ。多分今回のことだけじゃなくてじゃない。多分次、うん、次殺される人、私分かった。誰？あずささん。なんで？なんとなく。いや、でもあずささんだと、でも次殺されるとするなら、うん、アキラかな。私でもほら一応赤い霊柩車と相棒は見てきたから、その経験からいくとあずささんな気がする。根拠ないんかーいって。落ち着いてください、皆さん、コミュニケーション能力高い方ですよねって。確かにコミュニケーション能力はみんな高いよ。みんな高いね。うん、うん、確かにあずさは殺される可能性は高いと思う。なぜならこれは多分遺産をめぐる殺人事件だから、おそらくね、うん、ってことは今度はジローか、うん、あ、ユリかジローかあずさなんだよ。でしょ、うん、で、うん、あった？他
ここでマンダム親方からスズランさんに物言いがつきました、うん、おっと物言いって何ですか。お相撲で相撲で、うんうん、取り組みあるじゃん、はい、取り組みあって軍配が上がるじゃんこっちですって、うんうん、なった時に勝敗がちょっと待ったってちょっと待ったって、うん、スポーツでいうとこのチャレンジチャレンジ、うん、物言い物言いがついたな。そうそう物言いがついた。なんだろうなんだろう。ラッキーカラーのピンク見てたらいいこと起きたのでもう少しよいしょします。どういうこと。あ、髪色がピンクだからラッキーカラーなの。私は二郎さんかと思います。指紋が残っている状態だとその人が亡くなればアリバイとして捜査が振り出しに戻るかと思いますって、はい、どう。ただいまの発言を含めて配信中のスズランさんは、はいはい、無気力参加ではないかとのことです。どうなんでしょうか。数心なんなの、なんなんだよ本当に。そうですね、そうだな、無気力、そこはね難しい問題ではありますね。判定するにはすごく難しい、ビデオ判定が必要かと思うぐらい判定微妙だね。確かに後半あたりはね眠そうにしてるからね。いやていうかさ、ラッキーカラーのピンク見てたらいいこと起きたのでもう少しよいしょしますって言うけど、どこでよいしょされてんの。私はどこでよいしょされてんだよ本当に。あ、ブチギレ配信するぞ。さあブチギレだぞ。次ね、一番メリットが高い幹事が殺されたんだよね。そうそうそう。でしょ。で次にメリットが高いあずさがなくなるんじゃないかなと思う。でもそうなってくると二郎がやっが一番メリット高くなんだけど、うん、あからさまじゃん、ね、あからさまなんだよね。あまりにもねシンプルすぎるんだよ。そうなってくると私はだからあずささんだと思うよが殺害されるってことで。そうだよ。でも今アキラに疑いの目が全部いってんだよね、うん、でもここで推理ドラマとかだったらそこに目がいってるアキラが殺害されて犯人誰ってなるんだよね。ああそっか、はい、多分展開的には。でも推理するとあれ相棒だとそうだね。そうでしょ、うん、何のビデオ配信って。今日は綺麗ですねっていつも一緒だよ。なんて片言やねん。なんて片言やねん。いつもこのピンクのなんか猫娘みたいなパクパクしてるだけだよね。そうだね、確かに。ただいま戻りました。今日は綺麗ですね。今日は綺麗ですね。お出かけだったんですか。警察の方を熊田委員までご案内しておりました。なんで警察の方。あ、死亡解剖か。ただいま警察から電話がありました。さようでございますか。で、警察はなんと。実はアキラさんが、アキラさんが指名手配です。アキラ様が指名手配に。そんな、まさか。指名手配。指名手配か。こうなるようにもう仕向けてないな。そう仕向けてんだよ。仕向けてるよね。何を聞けばいい。うん、どちらのことかな。最終的には、うん、あ、そんなまさかアキラ様。ああ、どちらも最終的にはか、うんうん、一般人女性のスズランさんの PV 担当のビデオを撮影。相当？え？あ、 BV 相当か。 PV 相当のビデオを撮影するということでしょうか。鬼やっこや西岡すみ子みたいな感じかな。いじるな私を本当に。いいじゃん、いじってもらえるだけありがたいと思いなさいよ。いいじゃん、たまにスープをいじってよ本当。いつもいじられてるわ。誰に。わかんないけどみんなにいじられてるわ。あれ以来姿をお見かけしておりません。ほら来た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 。以前はよく菊様の寝室に出入りされておられましたのに。これはお金をもらうためなんだよね。うんうんうん。た
か気づいたことある？他に何か気がついたことはありませんか？私にはもう何がなんだかもう参っちゃってんじゃん。そういえば、うん、菊様が亡くなられた時すでにあのタバコ入れはありませんでした。間違いございません。これはね、アキラが取ってってる。これはアキラ。これはアキラが取ってってる。なぜならアキラの指紋が鍵についてたから。ああ。じゃないとアキラがあの鍵を手に入れる術が見当たらない。タイミングがないんじゃない。幾度か確認しましたが、やはり骨董品がいくつかなくなっています。きっと物取りの氏はアキラ様が犯人などそんなわけがありません。アリバイ聞いたしね、幹事の。昨夜幹事様はここへ。いいえ、私もそれがどうにも不思議なのです。いついらっしゃったのか、しかもあんなところで。うん、西岡澄子さんも綺麗だと思います。鬼奴さんもスラッとしていますもんね。マーさんのフォローよ。マーフォローが入った。マーフォローが入った。マーフォローが入った。でもそれをゼロにするのがこのマンダムジジイだよ。スーさんはとっくに能力発揮されてます。奥様にはもう一段上の次元へとステップアップしてほしいのです。このまま田舎でつぶってていいのかをスーさん、何目線で言ってんだよ本当に。何目線だよこの人は。俺何能力発揮してんの？発揮してるらしいよ。マジか。まだまだだよ、うん、まだまだ。だってチャンネル登録者が140人ちょっとか。だから僕の能力なんてまだまだです。まだまだみんなに楽しんでもらえてないってことだから、もうちょっと僕も頑張らないといけないですよ。楽しんでもらえるように。よかったね、綺麗だって言われてるよ。スラッとしてるって言われてるよ。いやいや、だって綺麗じゃんか、そもそも。あ、西岡澄子さんは、うん、そうだね。鬼奴さんもさ、すごく好きだもん、ね、僕好きだね。鬼奴さん好きだよね、めっちゃ好きだよね。なんかいいよね、モノマネが好きだよね。そう、大好きだね、鬼奴さんがする。好きだね。あー、肉まんさんありがとう。肉まんさんありがとうございます。よりね、より多くの人に楽しんでもらえるように頑張るよ。マンダムさんからもね、そう言ってもらえて嬉しいからさ、頑張るよ。皆さんのアリバイは死亡推定時刻から判断していますが、うん、前蔵さんの証言はこの時刻と食い違っていますよね。追い詰めてるよ。重要なことなのでもう一度確認させてください。土蔵の鍵は確かに閉まっていたんですね。はい、やはりあの時間土蔵にはちゃんと鍵がかかっておりました。間違いありません、うん、ここまで言い切るってことは間違いないんだね。この食い違いは何を意味しているんだ。良い意味。別の場所でじゃない。アキラ様が指名手配されてしまったのですか。はい、間違いないでしょう。なんという、私にはもう何が何だか。ああ、失礼いたしました。取り乱したしまい申し訳ございません。そうでした、うん、熊田先生が何か お話があるとおっしゃっておられましたよ。熊田先生か。熊田先生が委員についてとかか。前蔵さんだったっけ、うん、もう怪しく見える。いや、前蔵さんは多分大丈夫。うん、前蔵さんはね、大丈夫だと思う。殺す理由が今のところない。ないか。あの、キクさんとこの怪しろ家の、うん、なんていうの、事情というかっていうのの接点が出てきてない。メリットが今のところ出てきてない。これから分かんないよ、深く掘り下げていくと出てくるかもしれないけど、今のところ出てきてない。なんか KY パーク感覚の目線ですかね。頑張ったらキューブあげます。わかるわかる。ほら、これあの、知ってる？ KY パークさん
ティファイパークだったっけ。20プロデューサーあれ誰かモノマネしてたよね。おい、わかんないわかんない。そうあ、マーさんも楽しい。ありがとう。ありがとう、マーフォローだね。そうだね、マーフォロー、能力があると認識されていますって。ありがとうございます。くつぶっているわ。そうか、おお、なるほど。そう、じゃあちょっとここで一回セーブして、うん、待って、セーブってどうやるんだっけ。あ、調査をやめるでいいのか。になるのかな。今日はじゃあこの辺で終わろっか。調査を終わります、この辺で。気になるね。第3章第1の殺人、今日はね、ゲーム自体はじゃあここで終わろうかなと、思います。次は熊田先生がお話があるっていうことなので、うんうん、熊田先生のところに行って始まりって感じか。あ、うん、はい、肉まんさん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。うん、あれは本人、私はパロディーなので、うん、KY 空気読まないパークなんですって空気読まないパークなの。そうだね、もう親父ギャグだね、あ、ドラゴンさん、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。あ、謎は深まるばかりだね。謎は深まるばかり。でもなんか進展してないんだよね。つーくんのさ、推理は結構いいとこ行ってんのかな。どうなんだろうね。いや、推理すらしてないよまだ。え、でも考えてんじゃん。考えてはいる。今ね、まだ今までは情報をっていうか、相関図埋め、相関図を埋めるっていう作業だったんだよね、うん、誰がどういう感情、第三者から見て誰がどういう風な関係性なのかっていうのを今まで見てきたんだよね、第1章から第2章まで、うん、で第3章始まったことで、じゃあそこの奥に何が本当にあるのかっていうのを今から見ていくんだよね、多分。うん、そう、うん、あ、まあさ、そう、気になるよねまあでもね、もう2時間半ぐらい経っちゃったからね、今から1時間ぐらい雑談するからねそんなにはしねえよ。そんなにはしないよ。案外羊が犯人だったりして大丈夫、それだと私と同じ思考になるけど大丈夫ドラゴンさんまあさん、お疲れ様です。あ、そういえば今日、うん、あのお酒がね届いたんで。あ、届いた届いた届いた。あ、届いた、この配信中に届いた。うん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 、まあさんが紹介してくださったお酒が、そう、届いたので、あ、まあ次回飲み配信か、飲み配信かなスー君はちょっとあまり飲めないからね。あまり飲めないから、まあちょっと王道ではないけど、うん、日本酒を割って出そうかと。ああ、なるほどね、うん、どうしようかな。次はさ、ちょっと長めにできるようにさ、うん、土曜日する。うん、あ、土曜日、うん、土曜日の夜。うんうん、あ、そっか、あ、そっか、21だっけ。じゃあ休み。あ、本当に大丈夫。土曜日の夜しよっか。そしたらちょっと長めにしても大丈夫だからさ。うんうん。すず、うん、ちゃん、今度動画でガンダムさんっていうのを検索してみてくださいね。楽しく愉快に知識を吸収できます。え、それちょっと興味ある、ガンダムさん。いや、それ本当ただガンダムが知れるだけじゃない。そうだね。楽しく愉快にガンダムの知識を吸収できる。ゲームのツーベイ雑談、ツーベイ雑談思ってたこのチャンネル次の配信を楽しみに推理をまとめておこう、うん、見直して、いただくのもありだね。そうだね。で、一応チャプターでは、だいたいね、なんだろう、どこどこのシーンっていうのをある程度細かく分けてるから、そこでね、見ていただいて見直していただいてもいいし、自分なりにこうね、こうなんじゃなくいいのかなって想像していただいて、推理していただいても構いませんし、うん、次これがね、一体第何章まであるのかわかんないけど、おそらく第2までは殺人があると、ある
るね、思うんですよ。第1ってあるからね。そう、第1ってあるから。第2もあるよね、確実に。第2もね、あると思う。第3があるかどうかは分かんないんだけど、うんうん、スーさんのチャンネルにも欲しいものリストあったのって。ない ないよないよ。あのマーさんがおすすめしてくれたお酒、そう、ね、ラベルがどうとかってスズランさんが言ってて、言うとこのパケ買いみたいなもんですね。パケ買いみたいな、うん、欲しいものリストだってほらあったらさ、欲しいもの作っちゃったらさ間違って、曲がり間違ってみんなが送ってくれたらさ、うん、申し訳ねえじゃん。そうだねでも俺らにお金使うより自分たちのことに使っていただいた方が絶対いいからさ。そうだね、うん、僕たちが欲しいものは僕たちで買うよそう、スー君はちょっと飲みながらロックだともう厳しいので、あ、もう多分ゲームどころじゃなくなるから、28ぐらいで割る、うん、2がお酒、2がお酒これほぼ水って言うんだよ、2がお酒、それほぼ水だよいやそのぐらいじゃないと厳しいと思う。厳しいか。ガンダムさんとはまたって何有名なの？ガンダムさんって有名なの？有名なんだ。私は大丈夫です、通常運転。マーさんはそうだよね。マーさんはそっか、飲まれるよね。飲まれるからか。富野さん、うんうん、のストーリー面白いですよって。ガンダム作った人。そうなの。ざっくり言うとガンダム作った人。監督。私なんか配信者さんの名前なんかなって。違う違う、ガチの人やんか。あの富野さん、監督だね、監督監督。監督みんな押しつつ追いつきます、時間によって初めから参加できます。あ、本当によかった。だいたいね20時ぐらいからを予定はしてるんだけど、早くなることはないと思う。ないね。うん。ない。20時か21時かっていうと、うん、多分20時が言う、なんか濃厚かな。うんうん。贈り物一つで6時間配信しません。そんなん言った？言った？だ、じゃあいいよ。わかった。じゃあさ、6時間配信、じゃあ。贈り物一つで6時間配信だとしようよ。だとしよう。ね。だとしよう。するとは言ってないよ。だとしよう。じゃあ俺1個20万とか30万のやつ欲しいリストにしとくよ。それでもいいならいいよ。それをじゃあ買ってくれるんだったら、送ってくれるんだったら6時間でも8時間でもやりましょう。絶対送ってくんない。絶対ないから。そんなお金使うぐらいだったら自分に使ってほしいもん。そんな俺らなんかに20万30万使うぐらいだったらさ、うん、まあさんのテンションがね、もう興奮されてるから。興奮されてでもわかるよ、あの俺もこういうミステリー系とかさ推理系ってテンション上がるもん。面白いよね、うん、アイスを薄く伸ばした餅で包んで、うん、冷たい状態で食べたらめっさ美味しいよ、うん、美味しいよね。マイブームに大福をヒントに考えあるよね、あるよね、もうすでにあるよ、あるよね。ほんと残念だけどもうそういう商品があります。あるんだよね、それ。お汁粉に入れたらめっちゃうまいんだよね。美味しそう、めっちゃ美味しそうだね。そう、あったかいお汁粉にそれ入れるとね、超美味しいんだよいいね。焼酎を91のカルピス割りで飲んでた。あ、うまそう。カルピスか、焼酎を。あ、うまそうだな、カルピス。え、それは美味しそう。美味しそう。ちょうど俺カルピス好きだからさ。カルピス好きだね。好き。言うと思ったってマジか、読まれてたか。うていさんに読まれてた。カルピスか、カルピス、あ、そうか、でも日本酒って他になんで割ったら美味しいんだろう、うん、マッコイみたいになるのかな、カルピスで割ったら。機動戦士ガンダムさんっていうギャグ漫画があるんだ。へえ。20万で200時間え、10日ないぐらいか、9日9日、寝ずの9日、うん、また盗まれる
ランダムさんのアイディアね、いつも盗まれんだよ。気をつけて。遅いんだよ、行動を起こすの遅いんだよ。違う違う、マンダムさんのあの口がザルなんだよ。ザルって何？盗まれるってことは多分誰かに言っちゃってるんだよ。あ、そう言っちゃったんだ。そう、ザルなんだよマンダムさんが。マンダムさんのセキュリティがね、うん、ザルなんだよ。だから盗まれるんだよ。読めるって、もう言うことを読めるって。マジか、読めるのか。え、じゃあもうあれじゃん、あのなんかこれニュースタイルしか出てこない、ニュータイプじゃん。ペイさんニュータイプじゃん。柑橘系のジュースか。あー、あー、なるほど。オレンジジュースと割る。そうだね、すごいオレンジ好きだから。うん、オレンジ、オレンジを用意しとこうか。オレンジかグレープジュース。あー、グレープ合うかな。レモン、あるんかな。レモンあるじゃん。レモンあるじゃん。レモンは、うん、そうか、そうそう、そうだね。レモンはシロップ作ってるからそれで割れば。あ、でも甘くなりすぎるか。いや、それでもごめん、水は入れる。あ、入れるか。うん、水は入れる。それ、あ、そうそう、スズランさんの大好きなガルモンもたくさん出るって。私ガルマ大好きな、大好きだと思うよ。マジで。だってガルマが出てきたやつ知ってんでしょ。うん、第10話でしょ。第10話ガルマ散るでしょ。うん、じゃあもうそれで十分じゃない。本当、ガルマに関してはそれしか知らないけど。あ、ほらほら、至る所で美味しいってね、行って回ったらそらね、パクられるよ。あ、それを。ピキッ、ビビビビーン、そこって言うでしょ。もうおもろ。いや、面白いね。ガウに一緒に乗りましょうって。だからガウ知らんのって、私のこと。見せてあげようか。ガウ探してあげるよ。ね、あれガウで出てくるよ。ガウ、あ、ほら、ガウクーポン見せたことない。ガウ、これガウ。いやー、これガルマの髪の色じゃん。あー、そこをそうきますか。これガルマカラーにならないの。ガルマカラーっていう髪色、紫じゃん。紫だね。あ、これだ、これでしょ。その人ガウでデートして特攻ですよって。死ぬやんそれ。ガウ、ガウはね、でかいもんね、確かに。ガンダム乗せるやつだから、あ、ガンダムじゃない、モビルスーツ乗せるやつだからね。あ、これそんな大きいの？うん、そんなでかい。ほら、ガンダムこの、ほんとや。このぐらいだから。で、ガンダム。このでっかい、お腹部分のところにね、モビルスーツが格納されるようになってる。あー。確か。だったっけ？あ、ここ、ここがハッチだ。ハッチ？ハッチ、ここパカーって開くの、ほら。へー。ただね、ガルマの彼女は裕福層の市長だったかの、うんうん、お嬢様だから人妻はどうかなって。相手にされないかな、やっぱ。どうか彼女いたっけ。ガルマ彼女いる。いたか、うん、あのね、なんだっけ、パーティーじゃないな、なんか出撃する前のパーティー会場に確かテラスかどっかで話してた女性がいるんだけど、その人、ね、うん、へえ、推理は本当に興奮してしまいます。このファミコン探偵クラブ、うん、配信されている間、配信者様と視聴者様にご迷惑をおかけしまして、全くそんなこと思ってないから、全然迷惑かかってないですね。むしろ一緒に推理してもらって、ね、楽しいよね、一緒に楽しんでいただいてるっていうのが分かるんで。で、あの新装さんもあの僕らを見てニヤついてらっしゃるのがわかる。あと見守ってくださってるのが ね、 るのがね、すごくわかるから。ベランダで中流してた。そう、ベランダあんの。ベランダっていうか、テラ、あ、ベランダになるのかな、あれ。ベランダあれ、ベランダとテラスって明確に分かれてるんでしょ。そうそうそう、作り方が。あとなんだっけ、バルコニーか。バルコニーも違うんでしょ、ちゃんと。違う、ちゃんとある、使い分けがあるんでしょ、うん、あるらしい。ベ、うん、ンダムさんは本当にギャグ漫画だった。
そうなんだ。グ漫画か。漫画ならね。多分読みやすいと思う。ね、しかもギャグならあなたもわかる。パロディってことでしょ、要は。パロディ漫画ってことでしょ、うんうん、で読めると思う。あなたも、銀魂好きだからね、パロディ漫画の。好き。庶民はベランダだけど、ガルマはバルコニーでしたって。いや、面白かった。あ、で、そう。でね、このファン、最初の方にもお話ししたけど、はい、このファミコン探偵クラブだけじゃなくて、なんだろうな。他にも、まあ、続けてはできないと思うんだけど、定期的に、こうやってね、推理ものというか、探偵ものというか、でそういうのをやっていきたいなーっていうふうに思ってます。はい。うん、で、今 FF14 やってるんだけど、最新ゲームもやりたいし、レトロゲームもやりたいから。あなたレトロゲーム買ったらそればっかしそう。いやー、そればっかりにはならないと思うよ。そう、うん、だからレトロゲームはスズランさんがっていうよりかは僕がって感じかもしれない。そうだね、私もでも興味はあるよ、うん、レトロゲーム、うん、どういうのがいい。そのたけしの挑戦状、今、今日話題に出てたけど、前回も話題に出てたけど、たけしの挑戦状はやるんだったら、うん、1日かかるかもしれない。1日というか 4,5 時間かかるかもしれない。へー、それぐらいでできはするけど、うん、どうしても最低1時間を絶対かかるところがあるから。そんな、なんて、分かってんのにかかんの、うん、分かってんのにかかんの、分かってんのに1時間かかるって。もう内容知ってるけど1時間絶対かかるから。へえ、そういう場面があるから、ある、絶対1時間かかる場面があるから。うん、え、謎解きならシャドウゲートもおすすめします、うん、あ、シャドウゲート面白そう。謎解き面白そうなんだよな。シャーロックホーム、あ、出ちゃった、やばい、出ちゃった、出ちゃった。シャーロックホームズのゲームが PC にあるんですよ、うんうん、若き日のシャーロック・ホームズをモデルにしたゲームが、推理アドベンチャーゲームかな、うん、だってよ、マーさんがあるんだけど、これちょっと興味あるしツイン、ちょっと待ってね、うん、ガンダムがエルメスのビットを切ったら、その中にマッパのシャアがペダルあー、なるほど、ギャグだね、ギャグだね。エルメスのシャアがペダルで動かしてるってことだね。シャアをマッパにするのはもうギャグだね。ギャグだね、うん、ツインビーで青ベル縛りでプレイ。あ、ツインビーも懐かしいな。何ツインビーって。シューティングゲームや。シューティングゲーム、私がパロディウスとかも面白そうなんだけどね。絶対苦手やろ、シューティング、シューティングゲーム。いや、そこまで難しくないよ。私だよ、うん、私だよ。無理だね。ちょっと持っている限りの推理小説読み直しちゃいますね。マジ？マジ？シューティングできるかな、スズランさん。いけっかな。裏技でその場面はジャスト5分ならいける？裏技でいけんの？マジか。え、あれ、ま、あれしなくていいの ？1 時間しなくていいの？ガルマの次はガトーを勉強しようねって、うん、ガトー、うん、ガトーって誰？アナベルガトー。アナベルガトー、うん、大塚明夫さん。いやいやいや、それでわかると思ってる。ジオンの残光ですよ。残光？残光、うん、残りカスだっけ。そ、え、なんだっけ、ちょっと待って。ソロモンの悪夢ですよ。ソロモンの悪夢。あ、それ違うか。ソロモンの悪夢はエルメスか。と分からん。アナメルガトーです。うん。パロデュースならは今見たら笑ってしまう。あれいいよね、パロデュースね。パラデュース。パラデュースだっけ？パロデュースだっけ？あ、ぴったり5分でボタン押さないとアウト。マジか。それ裏技ってことでしょ？裏技か。パロデュース、あ、パロデュースか。パロデュースも面白そうだよね。耐えられる。うん。チチビンタリカを実写でやった人を今年見てしまったので、マジ？何チチビンタリカって？ね、パロデュース。聞いたことない言葉が
ナベルガとソロモンの悪夢で合ってたと思うよって。合ってた。これパロデュース、これゲーム、うん、シューティングゲーム、パロデュースだの方がいいのかな、これパロデュース、あ、これパロデュース、なにそれ、これパロデュース、あ、これパロデュース、牧場パロデュースとかあるんだ、いっぱいあるじゃん、シリーズこんなにあるの、シリーズ、え、知らなかった。なこれ。あ、これ、あ、これ、俺がしてるこれ。これ。こっち。これ。これ、シューティングゲーム。受けるこれ。パロデュース。ほら。距離を上げてーって。面白そうね。こう、シューティングゲーム面白いよ。ね。うん。なんかいろいろあるからね。スーパーファミコンのゲームもいろいろあるからさ。わーおの元ネタ、元ネタなんだっけ、わーおってさ、うん、あのちょっとあれスカートめくれる時の音だ、そうの元ネタなの、わーおの元ネタってなんだっけ、だってそれじゃないの、いやどうだったっけ、あ忘れたな、これだったっけ、元ネタがあるんだ、元ネタは何でもあるんじゃない？スーパーファミコンでね、やりたいのがいくつかあるんだよね。もうクリスマスプレゼントはそれだから。それにしようかなと思ってて、だから。スーパーファミコンとあともう好きなソフトを、うん。そう。買ってくださいって。だからレトロゲームもやろうと思えばできる。環境を整えつつはあるだよね。で。今候補として上がってるのはまずマザー2ね。あ、マザー2したいって言ってたね。そう、マザー2したいし、あとねスズランさんとやるんだったらドカポン1,2,3もいいなと思ってるし。何それ。ドカポン？うん、ドカポン1,2,3もうやったし、そのファミコンだったらサンマの名探偵もいいし。うん、あとなんだろうな、スーパーファミコン結構あるんだよね。川の主釣り2とかでもいいしね。それ聞いたことある、釣りゲーム、うん、川の主釣り、うんうん、あーマザー2はお腹いっぱいか、じゃあやめとこうか、もう見すぎたってこと、そうみんなやってるからね多分、うん、名作だからねこれ、うん、うん、名作中の名作だから、うさん注意してって、プレゼントあげても自分で自分にって内緒でプレゼント買いますせってそれ日常だよ、うん、日常だよ、日常だよ、そんなの日常すぎて注意しようにも注意できないよ注意してても勝手にされるんだから私スー君から贈り物ってね、ほぼしてもらったことない、そうだね、ない、自分で買うから、そうないないよね、ない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 、あなたにプレゼントすることあなたにさ、うん、プレゼントまあ一回同棲してた時、うん、あの花束を、そうだねそれぐらいだよね、花束を買ってきてくれたの、うん、それを私あれちゃいけないからってベランダに放置してたんだよね、そうずっと放置してた、見るのを楽しむでもなくずっとベランダに放置してた、放置だったね、そしたらやっぱ枯れてたわいつもそしたらもう二度とお花は買ってこないって言われた、そうだね、うん、お花を一回本当に渡したけど見事にベランダに放置されたからね、そうあれはすごかったね山しいことがある人の典型だって違うんだよ、いやその時もしかしたら山しいことがあったんかもしれん、違うよ花束って言っても500円ぐらいのなんだろうブーケじゃないけど、あれそのぐらい、うん、あの花屋さんに行って500円ぐらいで作ってくれるところがあったから、うん、まあたまには花でも買って帰るかと思って買って帰ったらそんな感じですよ、すごいあの嬉しい、ひどいっていやだってあのいやいや枯らさないようにと思って、うん、あのベランダに
枯らさないようにベランダに置いて枯らしてたら元も子もないでしょ。なんでベランダ置いちゃったんだろうね、あの時 ね。びっくりですわ。同性に食いついてるマーさんが。マーさんが、あれ異性が500円で、本当だよ、今聞いたよ。500円だったんだって。500円でした。500円、そこまで怒ってないんだよね、僕ね。あれ、500円なの？500円、500円。そうなん、結構小ぶりのね、うん、小ぶりの感じだったんだよね。うん、わりさび聞いた。夫婦です。ありがとうございます。花より団子ですからね。そう、その時はそうだった。あんまりお花に、そう、あんまり興味はね、なかった。なかったかもしれない。ね、観葉植物も枯らしてたから。あ、そうだね、観葉植物枯らすって相当だよね。観葉植物って枯れないよね、なかなか。大体あんま枯れないよね。あんま枯れるイメージないんだけどね。あれが枯れてたから、多分才能ないんだろうね、才能。植物に対して。私は多分そう、植物に対しての才能がないんだろうね。うん、ないんだろうね。ちなみにドラゴンさん、ドカポン知ってんだ。おお、ドカポン知ってる人って俺あんま滅多にいない気がしたんだけど、知ってんだね。植物ダメ。植物ダメ。多分植物も私がダメなんだよ。そう、ダメなんだと思う、うん、あなたもお前じゃ無理だと、お前には任せられんと、うん、そう。500円あれば中古ソフト買えるからね、スーパーファミコンだったら。そんな安いの？うん、そんな安いよ。高いのは。でもさ、そう、プレミアついてんのとかないの？あ、プレミアついてんのはあるけど、それでも一般的に中古で売ってあるので、せいぜい高くても2000円しないぐらいだよ。どんなに高くても、多分。あとはその、プレミアで数本しかないとか、うん、そういうのは高いかもしれないけど、何万円とかするかもしれないけど、うん、言うてスーパーファミコンですからね。うん、ドカポンは友情破壊ゲームとだけ聞いたことある。へー、結構面白いけどね。桃鉄みたいな感じ。あ、そうそう、ボードゲーム。あー、なんか見せよっか。育定さんは桃鉄で友情壊れた。確かに壊れがちだよね。あ、321か、321だ、ドカポン321。これ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 、これが、そう、これ思ってたんとと違う。違う、プレイステーション2にもね、あるんだけど、ドカベンみたいな絵を描いてた。これドガベンだから。うん、そう、ドカポン。桃鉄を RPG にした感じ。へー、だから駅でさ、うん、物件買ってたりしてるでしょ、うんうんうん、あれがドカポンでは村を救うっていうやつに変わる。なるほど。そう、ドカポンも好きなんだよな、結構。猫様への愛情に、そう、全振りなんですよ。そう、猫を、猫特化なんだよね、なんかね。本当に猫に特化してんだよね。猫にも愛情は持って全振りしてる。内閣限定で、あー、信長の野望。閣内で、あ、うんうん、これもゲーム。あの、信長の野望はだから戦略ゲーム。あー、難しいやつじゃん。私には絶対できないやつじゃん。できるよ、できるよ。そんな難しくないよ。あとね、そうだな、なんだろうな、川の主釣りとかは本当にしたいなって思うし。え、釣りやん。あとね、天地創造っていうゲームがあるんだけど、それもね、僕結構隠れた名作だと思ってて、それもやりたいなと思うし、あとね、なんだっけ、スクラップスラップだっけ、スクラップスラップっていうゲームがね、確かそういう題名だったはずなんだけど、であって、それもやってみたいなと思うし。なんかいろいろ知ってるね、世代ですからね。うん、うん、桃鉄とドカポンに友情なんても存在しないよ。やるかやられるかのマジか、しのぎの削り合いですよ。マジか、はい、こんなに離婚しちゃう。離婚離婚まではいかない。スプラッターハウス、スプラッターハウスってなんだっけ、なんか聞いたことあるな。スプラッターハウス、あ、映画、え、違うね、
あーこれか。あこれ、はいはい、スプラッタハウス、はいはい、2が出てきた。あージェイソン、ジェイソンだね、飼ってるよチェーンソーって言ったの。うん、チェーンソー持ってる人じゃないこの人。だからそれジェイソンじゃん。それジェイソンだっけいやほらあなたのさ好きなさ、うん、配信者さん、うん、こんなのが出てくるゲーム してなかったっけ。え、やってた、やってた気がする。え、なんかやってた、うん、肉まんさん覚えてっかな。これはさらわれた、うん、いいの、さらわれた妻を探しに行くゲームだって。出てこないの、スクラップスラップ。あ、じゃあ俺題名違うのか。違うんだろうね、うん、違うんだね。無気力政策で全国で、うん、一世一揆、わずか3日で火の国が滅びたとさ、コンティニューしますか。何がどれが、あ、信長の野望がか。はい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 、無気力政策って何もしてないってことじゃん。まあ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 、ちょっとねやりたいことはいっぱいあってね、ただね時間が追いつくかどうかの話なんだけどね。そうだね、うん、やりたいことはいっぱいあるし、レトロゲームも今後あのできる環境にあるよっていう、うんうん、環境を整いつつあるよっていうことをね皆さんにお伝えしようと思ってね、うんうん、多分14日の土曜日かな、スプラッター。主人公はジョンソンちょっとだけ違うんだよね。なんかなんかバンダムのやつちょっとだけ違うんだよなずれてない、ちょっとだけずれてんだよなジョンソン&ジョンソンみたいな感じだよねちょっとだけ違うんだよな、マンダムさんのやつちょっとだけね。日にちもずれてんね、日にちもちょっとずれてんだよね曜日もね若干ずれてんだよね多分これ去年かな去年だから1日ずれてんのかな。そうね、それだったらありえるかもしれない。去年の14日のことなのかな。あ、いやまあちなみにね、なんだろう、次の日、土曜日の配信もね一旦この、うん、ファミコンクラブしようかなと、うん、ファミコン探偵クラブしようかなと思います、はい、それで多分終わるのかな。終わる、終わるか終わらせるかどっちかだと思うんだけど、うんうんうん、そろそろ多分来週ぐらいからやれたら FF14 にまた戻って、うんうんうん、見ようかなと。でその間にまた裏でいろいろ準備をして、またなんか新しいゲームを単発じゃないけどこの短編的な感じでちょちょっとやってみたいな、うんうんうん、したいなと思っておりますので、よろしければね、はい、今度の土曜日配信しますんで、今度の土曜日ぜひ見に来てくださったら嬉しいです。はい、でこんな感じでね、このチャンネルは、ミスタースプリングとスズランの自由気ままな夫婦が雑談しながらのんびりと配信をしておりますので、よろしかったらね、チャットとかコメントとかお気軽にしていただけたら嬉しいです。でもちろん初見さんもね大歓迎なので、気軽にねこのコメントとか見に来ていただけたらなと思います。よかったら皆さんもね、初見さん来られたら温かい感じで迎えてくれると嬉しいです。はい。うんうん、B 級ホラーコメディの、あ、洋画がある。キラートマトみたいな。知ってる？いや、わかんない。キラートマト知らない？知らん。トマトが人々を襲うっていう。ああ、そういう系の。そういう系の。それ B 級って言うの？ B 級、B 級。うん、終わらせるまで配信ですね。あ、もうごめんなさい。ごめんなさい。もしかしたらだよ。体力が持ったらね。そうだね。うん。あ、新装さんお疲れ様です。マタオさんもお疲れ様でした。マータもお疲れ様でした。キッピーさんもお疲れ様です。お疲れ様です。
キラートマトはブラックマジシャンの生贄ですよね。それは遊戯王ですかね。アイアイさんもお疲れ様です。ありがとうございます。ドラゴンさんも、うん、キラートマト遊戯王かってそう遊戯王みたい。肉まんさんもお疲れ様でございます。ありがとうございます。ではでは今日もね皆さん本当に3時間近いね、もう、はい、3時間近く最後までお付き合いいただき、またねコメントもたくさんいただいてありがとうございます。ではではまたね、次の配信でお会いできたらと思っておりますので、はい、今日は悲しいですけどお別れしたいと思う。次のネタはね何になるかわかんないけど、多分準備できないかもしれない。ああそう、うん、次あ頑張ります。一応アイアイさんが言ってくれた案は、うん、するする、うんうん、しますんで、はい、あとはスー君の小ネタがあるかどうか、そう僕の小ネタがあるかどうかだけ楽しみにしていた。ないかもしれない、ごめん。ちょっと仕事忙しくてね準備できないかもしれないけど頑張ってみます。はい、はい、では皆さんお疲れ様でございました。お疲れ様です。またね。おやすみなさーい。